えー、ああどうも、えー、ああもう眠いよこんばんはこんばんはこんばんははあこんばんは、ね、寝てない眠い寝起きじゃないこれから寝るよこんばんはお風呂参いってよ ありがとうございますいきなりはなちゃんこんばんはありがとうございますあこんばんはこんばんはこんばんはおうちゃんこんばんはこんばんはえ声やなこんばんはこんばんは今日もお茶漠の絵かわいかったはいお茶漠ありがとうございますはいはじめまして俺も金欲しい久々に配信来ましたこんばんは こんんば今日髪の毛サラサラいやシャワー浴びたからこんばんははい小屋かすれてるね録画のお茶バックもありがとうございますはいこんばんは喉枯れてますねこんばんはだって俺もうあれ今日だって9時間配信してんだよ9時間配信して髪もしてないよ朝の9時に起きて昨日だから 5時間ぐらいしか寝てなくて朝の9時に起きてそっから配信しててかずっと配信してるそっから、はあ、こんばんはサッカー見ないのお前はサッカー見ないのって何がお前の子さん見てんじゃんジャバーガーザンスお前の子さん見てんじゃねえかよサッカー見ないのにとか言ってお前の子さん見てんじゃんなはっ お前の子さん見てんじゃんサッカー見ないのとか言ってるけどノコさん見てんじゃんうんノコさんの方が大切なんだろそれでいいじゃんえかよなあニマドあサッカーとノコさんを俺たちそうしたら俺サッカーみたいなもんじゃねえかサッカーと俺同じようなもんじゃねえか 精神薬オリンピックオリンピックかオリンノコサイコールサッカーってことになるけどなそれでもいいのかやうん <laughs> もう寝るねおやすみなさいこんばんはちょ重大発表はちょっと2時間後とかにやろうか新生かんちゃんまたやってらこんばんは落ち葉ガイザース能さんがサッカーしてるってはい <laughs> 重大 <laughs> 発表重大、うん、発表がね,あ,のねっあ,あ,あったりしなかったりしますからお茶バガイザース新鮮お茶バガイザース光の言葉ついに来るうんうんしんどそうってないがしんどくないよこんなにみんなとお話できて うん、車爆破したとか病んでる病んでる最近病んでる、うん、最近上がったり下がったり、うん、さっきのニコ生あニコ生見てくれたらとねこんばんは、うん、こんばんは <laughs> 泣いてないない全然泣いてないよみんなと話せて嬉しいよ みんなと話してうれしいしお茶目っかりありす。こうやってお金ももらえてうれしいよ、うん。心は喜んでるよ、うん。心は喜んでるよ。お酒俺別にさお酒メンバー人にくらいあ全然あれがす。俺お酒飲まずにもう寝れるなこのまま、うん。お酒飲まずにこのままたぶん今日は寝れると思う。うん <coughs> すぐ重大発表してやだ <coughs> やだお茶ばっかいざんす、うん、絶対やだ、うん、重大発表だけ聞いてそのまま寝てんだろ、うん、重大発表だけ聞いてそのまま、ね、俺の雑談とか どうでもいいんだろうだから嫌だ何の発表すんの嫌だうんだからあの2時間後とかそうそうそうそのぐらいに中途発表するからうんいや拗ねてるとかじゃなくていややっぱ背圧多いからうん ええしょバッドグッドこんばんは彼女できましたこんばんはログがたまって大変レッドカード出たそうやつ多いやそうやつ多いからうんのさん眠そうだったのに俺俺眠そうって だから眠れなかったあれからあれだってさっきニコ生終わって寝ようとしたけどさ眠れなくてさだからさ廃止始めた、えーえー、今日風呂廃拶ありますかない俺さっきシャワー浴びただから ない。シャワーない。俺さっきシャワー浴びた。だからない。お茶ばかりざんす。うん。片言って何がは <laughs> <laughs> <laughs>、うんははっ 髪の毛さらさやっすねありがとうございます <laughs> なんか話すことねえのかやってめえらなんかねえのかや面白い話出せやこんばんは当たりめえな500人もいたら1人ぐらいあんだろうがよこの4連休死にかけたあ面白いね何で死にかけた お前ら500人もいて何もねえのかよ俺一人でいつもいつもさ、面白い話さ、ずっとさ、やってきてんのによ。500人もいて何もねえのかよお前や。ゴキブリ退治した。あ、俺ね、ゴキブリあれだからさ、言ったっけもうあの、3匹4、3匹出たって。これ行ったっけ俺が面白すぎる。ゴキブリ3匹もう出たって。そのうち風呂場2匹。 お茶風呂場2匹うんそう3匹出た <laughs> ここしかもさえここ2さえここ二週間1週間2週間でいこうで、だよここ1週間2週間で3匹出たさすがのゴキブリ好きのね僕でもねちょっとドン引きしてますうんねゴキブリ別に苦手じゃないんだよ俺 うん、ブラックキャップ最強だよブラックキャップ最強、うん、ゴキブリ全然俺苦手でゴキブリ大好きだよ全然苦手じゃない、うん、どうやって殺したのって殺さない俺ちゃんと掴んでそのまま外に逃がすうんうんだから3匹ともそうしたようんて手で掴んでそうそうそう平気平気俺ゴキブリは全然平気なんだよねけどマジで日陰みたいそうそうそう えでも俺マジで「比較ンじゃん」って言うけど俺けど本当にねあのねゴキブリは大丈夫なんだようんマジマジマジなんかみんなネットでもさゴキブリの画像とかさああ,あいうの見れない人いっぱいあると思うけど俺全然見れるだから何が俺全然不快じゃないんだよねゴキブリ触覚とは気モくねいやなんか全然俺全然大丈夫なんだよねセミはだからビックリ系だからダメなんだっつってんじゃん精神薬改ざんす びっくり系だからダメだっつってんだ、あのさ、セミは。バババババビ,ビビビって。あんなもんさ、あんなセミじゃなくてもそこら辺のおっさんでもびっくりするわ。ね隣の家のおっさんでもいきなりババババって出てきたらびっくりするわ。うん。ゴキブリは別にそんなことしないじゃん。ねだからセミ平気な人いいよね。だから,だから俺さ、そろそろだよ。 そそろそろうちの団地のあのちっちゃい階段のとこに俺が玄関開けたらあのセミがねあの56匹いるそうそうそう季節にな,な,なってきましたお茶葉ガイザス時期になってきましただいたいもうそろそろだと思うめっちゃセミ鳴いてっからもう昼間うん、夜とかもだからそろそろやばいと思ううん、そろそろ外出れなくなるうん だから俺ちょっとホームセンター行ってロープ買わないとなうんにここ今2階団長2階なんだけど静止薬あいざんす団長2階なんだけどやっぱロープねベランダからこうやってロープで1階まで降りてそうそうそううんいや本当にちょっとロ,ロープ買おうかなって思ってるマジでうんサスケうん命かけてだってそんなん仕方ないじゃんセミ セミそんなさうんセミ怖いもんかっこいい配信してるロ,ロープ折り不法侵入じゃんだって俺が死ぬよりマシだろ1階の人も1階の人も俺が死ぬよりマシだろこんばんは今年はいないかもよってだからもういるんだってもう隣にうんセミ死んでると思ったら急に多くから怖いだからびっくり系ダメなんだよほんとは。 うん、分かる人いるよね、セミ怖いよね、分かる、こんばんは。ね。これ結構分かる人いるっしょ、だからちょっとロ,ロープ、俺、明した買うわ。うん。首吊り用のロープと、あの2、2階から1階に降りるロープ、2本買います。最近、気分の上がり下がりもね、あの、ね、あのー、激しいから、そうそうそう、うん。首吊り用のロープと、そう2本、2本買います。うん えつ掴むとじいじ言うのが無理こんばんは車買ったんうんあ車買いました103万円の103万円の車買いましたはい軽自動車ではい。<laughs> 安ってはな何なのお前うそでしょ <laughs> 安って <laughs> お前なんどんだけお前ブルジュアル座ってんだよおねえら 安って <laughs> しかもさあれだよ中古中古で中古で3万3万 8,000km しか走ってないんだようん中古で安いのはそう5万とかだよね5万円とか何色紫色うん安いのは5万円とかだようんなんかミラーとかそういうのあるよな 中古車買ったので3万 8000km 走っててそれで103万円だよだからめっちゃいい車買っただからメンバーシップ会員限定配信でさ今日朝さドライブ配信したんだよ今日朝ドライブ配信だからまあ会員,会員の人は見たと思うけどめっちゃいい車だったよな俺の車めっちゃ良かったっしょこんばんはあ見た人はあかっこよかった深かかそうだったねよかったかっこよかったうん 欲しくなった。私の車30万。お払いしとかないと。仲は素晴らしかった。ほら。だからまあ、会員限定じゃなしに、またね、フリーでもちょっと、またドライブ配信やるとき、行くから。うん。阿蘇さんとか、行くから。うん。わ h y いつ明日。明日、富士山、阿蘇さん行くから。明日行くから。うん。熊本、うん。熊本行くわ。じゃあ、熊本。はい。 うん、明日行きますはい何時くらいあ朝の4時はい川本行くとですかうんうんこんばんは最近自殺未遂しましたもうしませんいや別にあのね君ねあのそういったものがあったんだからねもうしませんとか別にな決めなくてもいいんだよ特別特別決めなくてもいいんだってうん俺だって自殺ミスいっぱいしてるよ でも君にとって大切なことだったと思うよそれはそれでうん吐け口として吐け口がなかったんだろうだからさ俺の配信はこうやってあってさ俺と君はこうやって話してさねお前が生きて生きててねこうやって話せたことがあったからねそれだけでもさまあちょっとでも良かったって感じだろうななあ,あ別に俺はお前に何もさ与えることなんかできねえようん でもお前、お前が生きててくれたから俺もお前と話せたんだよ <laughs> <laughs> 人間関係辛くないしってどういうこと <laughs> かあ辛かったですねがいやでもほんとそうじゃん優しい世界って何かいやけど別に俺はけどほんとで別にこれふざけて言ってないがあ、うんなこういうことは俺ふざけて言わないからほ、うんといいこと言うって何か別にいいこと言おうともしてねえよ、うん ごめんなさい考えたけど面白い話,題話思いつかないやお前ら500人もいてマジかやなんかねえのかやほんとにさここのコメントで時間共有できるの奇跡に感謝そうですねこういうの理解できる人あんまりいないよねまあ僕はだから何回も雑ミスしてっからね合宿配信してよってだからだからそれはちょっとねいろいろ,いろいろできないんだってうん予定とかスケジュールとかいろいろあるだろう そういった問題できないっつったんだら今日 PCR 検査受けたよあっそううん明日地球が滅ぶとしては何をしますか明日地球滅ぶとしては何をしますかって配信決まってんじゃんうん変わんねえよ今と変わんないよ明日地球滅ぶとしてうん今と変わんねえと思うな俺うん今と変わんねえんじゃねえかなマジで <laughs> うんそのまままあ配信しながらでもいいけどこんばんはいやでも死ぬ時はけど一人がいいな うん、死ぬ時は一人がいいな配信してその後あの田んぼに行ってそのまま消えたい、はい、地球滅ぶってそんな感じでうんライブよりも配信ライブなんかしねえや、うん、自殺未遂って手首切ったの手首うん手首切ったうんあとは飛び降り未遂ねあとはあの、o、OD もういろんな自殺未遂してきてきますよ、うん、世界地球滅びてほしいピューって野子さん死ぬ時飛び降りるって言ってるけどどっからしたいとかあるどっからしたいああなるほどねあのー、公園のなんか鉄棒の上とかなんかそういうこと俺はエッフェル塔とかなんかそういうのとかもあるよね俺そういうのないなどっからなん <laughs> だろう <laughs> 団地の屋上かマンションうんマンションかな俺 俺10代の頃マジであれあの近所の近所っていうかあの本当に近く近くってちょっと離れたところマンション侵入して屋上行って飛び降りミスしたわん、ね、うん、10代の頃、うん、<coughs> 鉄棒なら落ちたことある自暴自棄はみ,なみんな通るんですねいやそんなみんなじゃないよみんなじゃないやんなうん。落ちなくて本当トよかったながらスマホで電車に引かれた人いたよまあそれは今よ よく飛び降りたのってないか飛び降りてねえや飛び降りたら今今俺このこうバケバねお化けになって今こうやっているだろうね俺今こうやって配信してんだろう飛び降りたらなお化けになってタバコやめたんですかタバコ吸いたくなってきた <laughs> まあやめろよこの野郎なあお前みたいにコメントすんのやめてタバコさちょっとさ俺さ最近さあの禁煙頑張ってんのにさ配信中の お前みたいにコメントすややめてないやめてやめてないけど配信中だけそう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 配信だって今タバコ吸うとねあのポリコレであのポリティカルコレクトネスでポリコレの流れで犯罪者扱いされるからうんそうそうそう犯罪者扱いされるからなんで吸ってる何吸ってるんですか金丸。 うんそうポリコレの流れでそう世界の犯罪者扱いされるからうん何そのパリコレみたいなのお前遅れてんなポリコレもわかんないなんて今流行ってんのに今世界で流行ってんのに、うん、ポリコレってうん、えー、禁煙はマジ何知らないよすすなこれって言いかすす,すよ、うん うん、ポリコレ知らないなえ結構死んだ人いるんだえー、ポリコレって結構死んだ人いるんだね <laughs> 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 お前ら頭悪いなうん IQ3 とかしかねえだろな中卒の俺でさえ知ってんのにな ポリティカルコレ,コレクトネスどこで知るのえ、ネット。うん。ネット。ツイッターとか、にちゃんとか。うん。そうだよ、アホだよ。ね。じゃあ何なのか言ってみてよ。ポリティカルコレクトネスっていうのは、そうそう、フェミニストとか、あの、要するに、あれ、な,なんだっけあれ、あれ、あれ。えー、っと、ネットファーサービスしたらいろいろ知る気は知らなかった。クリティカル。 えだって別にだって最近のさだってさ要するに流れなんてそういうことじゃんオリンピックのさラーメンズが降ろ,ろされたりとかさなうんそういうのもそういった流れわけじゃん <coughs> うんまあそんな感じ BLGT とかあこれ長文さんありがとうございますえそうそうこう,こういうことこういうことうん本番は仕事終わりに見れて嬉しいですまあタバコは実際、まあ、ポリコレなんだ関係ないけ関係ないけどね うん <coughs> ええー、残はふかしたばこだからそこまで肺に負担かかってなさそうそうだようんでもなんかベロの癌とかになりやすいんでしょタバコけどほんとそういうのもあるからねうんなんかベロのさあの癌になりやすいとかタバコってねこんばんは絶ガン絶ガンみたいなうん 絶眼ってね。今日何するんですか今日はこあのー、車がやってきます、はい。今日はこの後車がやってきてそれに乗り回します。はい。基地ドライブ配信あるんでお楽しみに。この後ね。うん。30分後にやります。はい。フロイトは何何それ何もうパジャマ着てんのに。関係ないじゃん。 パジャマ着たって別に車と車と別にさそう家の中で車を運転できたりするわけじゃんうんなんか関係ないでしょうんキチガイドライブ配信やるから目的地は九十九里浜だねうんのこちゃん読書するの昔は知ったねうん昔は文学少年だったからマジでうん三菱 EK ワゴンで俺のうん三菱 EK ワゴンで僕の新車 うん、三菱 EK ワゴン103万円精神薬アイ図明日楽しんできて楽しんできます三菱 EK ワゴンで、うん、どんな本が好きですか紙じゃない本うんネット書籍しか見ないから、うん、ちゃんと振り仮名が,なが振ってあるやつあと、うん、漢字読めないから三菱渋い、うん、電子書記事 三島由紀夫も読んだよ仮面の告白とか、えー、色,色めっちゃ好きだったな紫色彼女とドライブデート楽しんでか、えー、髭もいいよって何三菱かわいい面白い漫画とかあるハイパーインフレーションだって言ってんだろずっとお茶葉ガイザンスあとドラえもんうんドラえもんとハイパーインフレーションとあと彼岸島うん やっぱけど、若手のバンドだったら、バンドじゃねえわ。若手の漫画だったら、ハイパーインフレジョン。彼岸島はなんかネタ扱いされてるけど、俺あれマジで面白いと思ってる。竜とそばかすの姫見るわけねえだろなあ、見ねえよ。うん。見ないよ。竜とそばかすの姫。 えってかどうだったみんんんなあれこんばんは俺はさオオカミ子供までだと思って化け物化け物の子とかやっぱり良くなかったからそうそうそう化け物の子とかうん化けの子さんあれ系嫌いだよねってどういうことあれ系って俺も見てないからまず竜とそばかす私を見ないっていや正直未来の未来とか本当にマジでねあんなクソだったからな。 うん、悪いんだけど人の作品をクソっていうのはなかなかあれだとあれは <laughs> 失礼なことだと思うんだけど、うん、俺はちょっとねちょっとマジでクソだったからうんゲド選挙よりマシぐらいかな、うん、ゲド選挙よりマシぐらいな感じかなうんだからそうそう未来の未来はあんまだったってあん,なあんなクソだったじゃんねうんえまあ普通にクソって言い方ですあれだけどそうつまんなかったマジで。 ゲドセンキ嫌いなの。逆にお前どうやって好きになれるんだよ。な俺ポップコーンだからさ、買ってさ、ね、ポップコーンと一緒に見たんだけどさ、ね、千葉乳のイオンで、そこで、そこのさ、イオンでさ、もうポップコーン、本当に途中でなんかね、シワシワになったからね。うん、20分ぐらいで。ポップコーンが。キャラメル、特にキャラメルの方が。キャラメルと塩のミックスいつも買うんだけど、 特にキャラメルの方がシワシワになっててまあそれはキャラメルのねあのねあの成分のおねおかげで余計シワシワになったかもしんねえけどさねいやつまどうしてって言ったらもうゲドセンキがつまらなすぎてだよゲドセンキがつまらすぎて俺は買ったっけねあのキャラメル塩キャ,メルキャラメルキャラメル塩ポップコーンもさあの20分でシワシワになっちゃって うん、ゲドセンキアンチすぎるってうんいやいやゲドセンキアンチすぎるってのはしょうがないじゃんあん,なあんなつまんねえのうんあれマジつまんねえもん、うん、あれマジつまんねえもん好きな映画あるトトロ、うん、トトロが一番好きです日本の映画ではいのこさんの心情を反映したんだうん今日聞いたことないなゲドセンキはいまいちいまいちなってレベルじゃないよ死ぬかと思ってよ 何回も言わせん、ね、俺いつも言ってんじゃんゲドセンキはほんと中で死ぬかと思ったもん映画館で俺死ぬ,か死ぬかと思ったのが初めてわかんねんうん死ぬかと思ったマジでトトロいいよねまあ千と千尋もいいよねうん殺人映画 <laughs> 原作者の人も怒ってんだよちなみにゲドセンキってゲドセンキって原作者の人も怒ってるんだよ宮崎駿とかジブリに対してうん あもう本当に映画クソすぎてっていうかあこれは私の映画じゃないって言ったんだよあの原作者原作者が指輪物語なんだけどゲド,ゲドセンキのね原作者ってもう宮崎駿もさ影響を受けたルグインっていう人なんだけど、うん、ルグインっていう名前の人なんだけどそうルグインっていうね伝説の人なんだけど本当にそのルグインっていう伝説の人を怒らせたんだよ怒らせたんだようん怒らせたんだよ もうこれは私の映画ではないって、うんルグイいやでもほんとそんぐらい原作者はさそうそうおこおてかそもそもさ原作者の人が言ってるのはつまんないかってあと怒った理由がもう一つあって原作者の人は宮崎駿ってかねもっともっとジブリは宮崎駿がね,ねあのあのさんがさ そう宮崎駿の息子は作ったんだけど宮崎駿がね作る予定で進めたのルグインはねあのー、宮崎駿が作るっていうことであの許諾を出したの作っていいよってそしたらさ蓋を開けてみたらさねあのさねバカ息子が作ってて宮崎五郎とかが言うねそうそうそうあの息子が作っててさもうそれはもう詐欺でしょねえ しかもね、内容もあんなんだし、それだからそれでめちゃめちゃ怒ったんだよ。それネットで調べたら出てきます。ちなみに、ね、ルグインって調べて、ルグイン切れるって。ルグイン切れるって検索したら出てくるから。うん。それは怒るだろう。な、もう怒りに決まってんじゃん。キューブリックも原作者。キューブリックなんかそんなどうでもいいんだよ。今、ルグインの話でした。ルグイン。 ね、ルグインキレで検索者出てくる。調べ、いや、出てくるから、マジで。うん。いや、けど、宮崎駿、駿もさ、宮崎、宮崎駿もさ、宮崎駿、もは早宮崎駿って、どっちも宮崎駿じゃねえか。<laughs> 宮崎駿と、あとその息子だ、五郎か。宮崎五郎もさ、あいつらほんとひどいよな。うん。原作者のさ、思いを踏みにじりやがって。ね。うん。宮崎駿。 やめるやめる詐欺。うん。キューブリックって何って。マジかお前。ゴローめっちゃいい人ってよ。精神薬ーザんす。めっちゃいい人。何それ。関係ねえから。お前だって、お前だっていい人だよ。俺の配信、こんな配信見てくれて。<laughs> いい人って別にそんなもんはさ、そんなもん関係、そこはまあまあまあ、いい人のことにはいい、ね、別に良いと思うけど、 まあけどやっぱ作品はさやっぱさねえうん、うん、人柄大事、うん、のこ優しいえ僕優しいまあまあまあ、人柄も大事ですけどでもやっぱりゲド戦記はちょっとな、うん、のこさんガンダム好きですかガンダムの足はねねちょっと、ね、レディーがついてこれないから俺ガンダムめちゃめちゃもうスパロボから何でもかんでも俺やってるけど。うん もう,ダンもう言ったら富野監督のダンバインとかもうねコンバトラ V とか全部俺ねツタヤさんでビデオ借りてね俺もう全部ビデオ借りてみ見てるからね、うん、俺すごいよもうこ,のこれは多分レディーはねついていけないお茶バカヤザーさえ見ない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 ,見ない俺はだからやっぱ一番ガンダム好きなニューガンダムあ違うニューガンダム逆,逆者逆者、うん、逆者逆者、うん、やっぱ逆者でしょうん逆者、うん、サザビーかっこいいよなうん サザビーやっぱ北やっぱもうベタだけどうん SD ガンダムも好きだようん SD ガンダムも SD ガンダムもいろんな映画見俺昔見たもん百式、うんまあ、この話するとねそう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 レディーがついてこれないからけど俺はガンダムはそうそうレ俺ガンダムは本当にあれ結構、まあ、ガンダムっていうかもう富の監督イデオンでも何でもいいけど俺結構みあの昔ビデオで土屋さんで俺ほとんど借りてみ見たわんなうんうん のさんエヴァ好き俺エヴァンゲリオン好きだよけど昔のエヴァしか好きじゃない、うん、これいつも言ってるけどあの「進撃」からもうクソですはい「進撃」からクソですはい「進撃エヴァからお茶バカヤザンす今日もイケメン「はい、進撃」のエヴァンゲリオンからクソですはい、うん、そう真心を君ででもう終わってますエヴァンゲリオンははい「セカンドアラバム聴きました」ってないがそれはそう10年前から聴いとるわ エヴァで好きなキャラはエヴァンゲリオンで好きなキャラなんだろうな。やっぱゲンドウかな。うん。ゲンドウかカジさん。うん。え、ゲンドウ、カジさん。うん。あと女キャラだったらなんだろう。いや、ゲンドウは好きだよ。普通に、あの、なんか不器用な感じ、うん。不器用な感じ。うん、シンジ君もシンジ君も嫌いじゃないんだけど、そうそう、大島エヴァに乗れ。うん。 シンジくんもね別に嫌いじゃないんだけどちょっとぞ同族嫌悪を感じてしまってあいつにはうんかおるくんかおるくんはまあね、まあ、まあ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 嫌いではないかおるくんはうん好きまあまあまあ嫌いではないうん、うん、俺もシンジはあんまりいやけど俺とお前違うだろ俺は同族嫌悪みたいなこところがあるんだよし、うんシンジはああ綾波イ好きまあ綾波イねいいね、うん、なるほど いやエヴァけど本当にやっぱり俺あとだからみんなも前も言われたけどさ新しいのを見てないし終わったんでしょエヴァンゲリオンって結局お茶葉ガイザンス何号機乗りたいあの結局終わったんでしょエヴァンゲリオンってうんもう見る気絶対、うん、俺見んないよ見る気もしねえよ進撃の主題歌は好きえ歌田光る」なるほどねあまあ別にまあ俺も別に 悪くはないと思うけど、なんか、うーん、魂のルフランとか、やっぱり聞いて、聞いてる、聞いてきてるから、ね、あの、残酷のアンチテーゼとか、うーん、なんかいろいろ聞いてきてるから、なかなかやっぱり、ちょっとな、宇多田ヒカル、ちょっと、そう、天使のテーゼか、そう、なんか、ちょっとなんか、ぱっと、ぱっとなんかしないんだよね、宇多田ヒカルの曲、うーん。 そうそうそう宇多田ヒカルのなんか一応 CM だけはさなんか流れてくるじゃんなんか「ふふ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 とかなんだよこれって思ったさあのあのなんか最近のエヴァ、うん、うまいって何かあーああありがとう似て似てたなんかさそうそうそうなんだこれって思ったよ俺あの CM うん宇多田ヒカルの曲めっちゃバカにするやんってないか別にバカにしてるわけじゃない宇多田ヒカルは天才だようんちなみに ちゃんと俺認めてるよ、宇多田,田ヒカル。宇多田,田ヒカルすごいよ。うん、才能あるよ。ただ、エヴァとはちょっと合わねえからって。うん。あ、ビューティフルワールド好きあなんかわかんない。それはなんかあれ、ラジオから流れてきて、俺本当にあのー、見てないからね、あの、進撃の方は、エヴァの。なんかラジオから流れてきてさ、あの、レシモ世界がなんちゃららって <laughs>。まあそういったのは、なんかいいんじゃないって思ったけど。 ただ、エヴァと別になんかな、俺違うんだよね。お茶ょクライザースなんか、エヴァ、エヴァとは違うんだよね、俺ん中で。うん。まあ、とりあえず俺はね、もうね、とりあえずエヴァンゲリオンは、もうね、急激で終わってるから。うん。もう、とっくに終わってるから。もう、お前らあれ、若い連中は、ね、最近の、な、最近のなんかエヴァンゲリオンが見て、キャッ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 言って、ね、もうなんか、射精してんだろうけどよ。 俺はもうそんなもんねあのもう急激でもうねシンジくんと一緒に射精したからうんおののあるよね歌だの曲としてのあれいい曲まあまあそう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 いうことうんそういうことですはいうんハリー乗ったことないからなただのひねくれ者いがてめえなどういうことだよハリー乗ったことないからなって <laughs> <laughs>、うん、ハリー乗ん,なのののな乗んなかったら逆になんな,な,な逆張り逆張り うん、進撃とかまっちゃってだから進撃って進撃の巨人の方ねうん真司君も射精してたんですよ、うんうん、だからけど最近けど俺アニメとかなんかないなほんとんかうんだからワンチャンチェーンソーマンにかけてるやっぱチェーンソーマンやっぱり漫画も俺ね大好きだから うう何東京リベンジャーズ知らねえよなんでそれどこのアベンジャーズって感じだよなうん東京リベンジャーズって何それうんなんか聞いたことあるけどタイトルはタイトルは聞いたことあるよ、うん、チェーンソーマンマジで親戚かわっちゃんで来てほしい,いや来ないだろううん来ないだろうヒゲダン主題歌のやつあーヒゲダン主題歌のやつってあれかうん ヒゲダン主題歌のやつってヒゲダンの神曲か「クライベイビー」ねどうして!」ってあれめっちゃいい曲でやっぱりヒゲダンうん「クライベイビー」うん「どうして!」あれうん「ゼベデリパンチをくらわすめっちゃめっちゃ」いやでもあの曲マジで俺転調しまくりって言うけど 俺も店長大好き人間なんだけどいやあの曲は本当にねいや俺はすげえすげえすげえと思ってる普通にマジでうん最近の曲で俺はあの曲すげえと思ってるうん髭ゲ才能あるやっぱ髭ゲ才能あるって思うあの曲すげえようんめっちゃいい曲だし今の何って髭ゲの曲だよ最後の方の店長ラッシュすごい俺もだからさ紹介したじゃんね紹介したじゃん のぼがすげえよ。いや、俺もすげえけど、いや、髭男もすげえよ。才能あるわ。てか、若手の子やっぱ才能ある子多いよね。今ね。うん。うん、髭男だけじゃないけど。うん。前に動画見せた、見せた。俺がかけてくれた。うん、書き上げる。なんて曲ってあれが、ああ、いいえ何が、なんて曲って。ど、ど、何か、な、何がな、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 何が。あれ、歌いこなしてんの、すごい。久々に見れてます。こんばんは。は、う、い、ん。は、う、い、ん。 <laughs> 歌がすごい上手 <laughs> 具体的にどの辺に才能感じるの知らねえうん分かんないうん分かんないやっぱ感覚じゃん感覚こういうの感覚じゃん 白風呂めっちゃ美味しい感覚じゃんこういうの、うん、フィーリングうん音楽なんてそんなもんじゃん「うん,のさんこんばんはさよなら絶望先生」最終巻に新生かまっちゃんネタ出てましたあれこれってさ前も言われたっけそれともない最近の話「さよなら絶望先生」の最終巻に新生かまっちゃん出たってうんこれってあれ あれ前,前,前,前から,前から結構前の漫画だよねそうなんか結構前にもなんか言,わ言われたことある気がする、うん、<laughs> 完結してなかったっけ読んだけど座ったの、うん、いやなんか俺前,前の配信でも言われた気がする、うん、新生かまっちゃんのアナグラムが載ってるみたいなそういう話だった気がするなるほどね読んだけどのこさんのファンなのかな 当たり前じゃん。ファン多いよ。クリエイターにファン多いよ。うん、やっぱ。神聖かまってちゃうわ。うん。みんな公言してない人も、あの、いっぱいいっぱいいるかもしんないけど、やっぱり、クリエイターの人で、神聖かまってちゃんのファンは、やっぱり、めちゃくちゃいっぱいいると思うよ。<laughs> マジで。うん。クリエイティブな人に好まれるバンド。ルックバック読んでない。ルックバックね、読みたいんだけどね。 うん、なんで読んでないんだろうこないだライブ切った大物誰ですかだからそれあれだよかまいたちの夜作った人だよゲームのねそれはわかる多い、うん、痴漢やっていませんしアナグラムをすると親戚かまっちゃになるってなった,ったよくわかんねえけど、うん、何言ってるかよくわかんねえけどとりあえず親戚かまっちゃうすごいってことねまだ読む気にならんが密かにキャス聞いてそう、うん、いやそういう人もいっぱいあるよ、うん、そういう人もいっぱいあるっすよツイキャスなんてうん う思われますかうるせえよ、バカ。ほんとにや。もう何回もさ、俺さ、もうさ、あれもう、こ、この、この4日間で、もうさ、267回ぐらい俺この話題さ、あのさ、してんだよ。<laughs> <laughs> <laughs> マジで <laughs>。お前は初めて俺に聞くかもしんないけど、ログが見てくれ。ログが見てくれ、もう。 オリンピックの話はもう267回してるから、俺も。<laughs> もう、老画見て <laughs>。<laughs> 大体、もうど、どう思いますかって自分で考えろよ <laughs>。<laughs> どう思いますかって何なんだよ。自分で考えろよ。な、うん。なんかわか、よくわかんねえけど。ね。うん、自分で考えろよ <laughs>。どうもこうもねえだろ。うん。 どう思いますかって。お前何様だよ。インタビューーかてめえ。<laughs> インタビューーかやお前。ログが見てください。はい、ログが見てください。うん、結構もう267回ぐらいも話してきるからもういいよ本当に。あ、う、あ、ん、やばいタバコ2本目吸っちゃった。そしてそんなクリエイターさんの作品のファンがかまってちゃうファンだったり。 えー、話題を提供したかったんじゃないかな対談したんだなノコのタバコ吸ってる姿好きだから禁煙しておくしないなでも健康と社会的に悪いのか何が好きだ好きだからって何がお前がじゃあ自分で吸えばいいじゃん加害見てね俺のコスプレして俺のコスプレして加賀見てずーっと一日中眺めてるいいじゃんねそしたら別にさノコさんがもうやめても大丈夫じゃんでしょねうんものは考えようだようん ものは考えようだからうんでしょうんの呂さんにはなれないって言ってないかなんとかしろようんなんとかしろの呂さんの顔面になりたい整形すれべいじゃん俺の写真持ってって俺の写真持ってって整形すればいいじゃんうんお前がやれるよそうだようん顔面偏差値が違うのでだから顔面偏差値ってだから整形すればいいじゃん俺の学校俺のこのあの写真今これでスクショしろようんそれ持ってって整形してこいよの呂さんのお面作ろう 本格的すぎる、うん、何がうんいやー <coughs> のこさんに整形は人生かけてますな」ということタークと骨格から違う自分の顔がのこさんログを見れば済むんじゃないということどんだけ埼玉あまた延期になった悲しいでもまだ延期だからいいじゃん中止じゃねえからうん整 <coughs> 形してコスプレのこさんのコピーになっちゃう えいつものカービィみたいな。お前じゃ自分で買えばいいじゃん。ね、俺の持ってるカービィ。ね、同じのヤフオクとかメルカリで背おとして、それで、ね、お前の隣に置けば、それもう残さんじゃん。残、ねうん、さんがタバコ捨てるようなもんじゃん。ずでしょ物は考えようだよ。うん物は考えよう。うん、お前がやれ理論 <laughs> なんで俺が動かねえといけねえんだよカービィ見てえとかタバコ見てえとかなあなんで俺をこの玉座から動かそうとくするんだよ <laughs> <laughs> 俺をなんでこの玉座からさ動かそうとするんだよ当たり前だ自分でやれよ <laughs> 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 パッシリじゃねえんだぞ本当にや大体カービィいるじゃねえかなカービィいるじゃねえかよなあ,あ,あ ああねえ後ろにいるじゃんうん <laughs> ジバニャンもうん謳歌したいリスナー何匹いるんですかわかんないなんか5匹ぐらいいるんじゃん、うん、うちやっぱみんなからもらったぬいぐるみうんもうぬいぐるみも増えないねもうねぬいぐるみも俺が拒否したからねこんばんは、ね、ぬいぐるみももう増えませんねでももう十分だよ、うん、もう十分持ってっからね カービィカロガーナぺちゃんこのカービィが見たいのザっぱペちゃんこすらいじゃんお前が自分の顔よおにぎりカービィかわいい自分を優先してんのが好きだどういうこと、えー、今年も来たのかなえー、ぬカービィムカつく顔してるような,なんでかわいいじゃんかわいいじゃねえかよクロミちゃんのぬいぐるみは買わないのああ買いたいな確かにうんメガドン行こっかなメガドンメガドン行こっかなメガドンあるからうん <laughs> 常連さんがトースターの上にあんのほんと草何トースターの上って <laughs> 自分で買えば増えるクロミちゃんぬいぐるみったら売ってそうだよね自分が持ってるちっちゃいカービィにのこさんって名前つけたあいいねうんいいと思うよそういうのうんそういうのいいと思うよなんだったらペットの名前に残さんってつけてもいいからね犬とかね亀とかうんいいね 今日これから柔アップありますはい、うん、3時間後とか4時間後にはいうれ、ん、しい黒身のぬいぐるみはクレーンゲームで撮ろうあっちいなこれも柔アップだわちょっと待って暑。いちょっとさっきまで暑くなかったんだけどやっぱしゃべると暑いなうんしゃべると暑いなうん俺丸筋丸筋どんどん伸びるやつ室温高そう、うん、やっぱしゃべると暑いなうん エアコンは、上脱いだら。上脱いだら、上脱いだら、だってさ、オリンピック行きそうじゃん。ねバ、バー、バーベル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 で出て、出そうじゃん。オリンピックで。うん。上脱いだら。<laughs> なんか、オリンピックを意識してる配信者みたいに見られちゃうじゃん。初見の人に。なんか恥ずかしいじゃん、それも。ね。 初見の人とかたまたまね、俺の配信つけてさ、あれこの人オリンピックだ、オリンピックだからこういう格好してんのかなみたいなさ、ね。そんな風に見られそうじゃん。うん。いや、気にすぎって何がいや気にし、気にしなさすぎ逆にお前が。生きやすそうだな。うん。普通、普通でしょこん。こんな、こんなめちゃくちゃ気にしちゃうだろ。うん。オリンピック配信な、うん。気にする気にする。嫌だよ。だから。 うん、オリンピックね意識してねこんな格好してんだなこの人みたいな頑張ってんねみたいなさねうん柔道見たって何が何も見てねえや <laughs> てか何も見てねえんだけど俺 <laughs> ネットニュースしか見てねえんだけど <laughs> うんなんか金メダルなんか日本なんか2つぐらい取ったんでしょ、うん、それだけ見た、うんえー、兄弟で金取ったよえすごいね すごいそれすごいね兄弟で金取ったんだすごいな兄弟ってマジでえ兄弟で金メダル取ったのそれすごくねうん変え取ったあ山崎君こんばんはお前さなんか LINE でさあのさ山崎お前はテトのテトの山崎なんだけどこいつ最近か解散しねえわお前最近 LINE でさなんかさあの残さん残さんあのなんだっけお前でな,なんて LINE してきたっけ あ野、の、呂、ー、さん、あのー、えー、のー、なんだっけ、今、あんのー、って言って、待たわせちゃった。えー、っと、お前、お前さ、あのさ、あの、LINE でさ、あのー、すげえさ、なんかさ、あのー、うん、あ、そう、聞いたいことあるんで、電話、良いですかでしょ、そうそう,そう、お前、それ、話すと、なくなるんで、 文章だと長くなるんでね文章だと長くなるんであの「電話していいですか?」ってすげえんかせーあのーそうそんな LINE が来てさそうそうそううんだからあのー未読無視してるうんわかんない人生相談か何か 電話してない未読無視してるうんあんまり外で言えないことなんですよまあそうなんだろうけどよ、うん、あんまり外で言えないことってなんだよ <laughs> <laughs> 何の話なんだようんお前他に話す人いないのち,ちなみにその話をその話をちなみに、ね、この忙しいね曲作りとか ね、配信とかで忙しいノコさん以外に聞く人ってお前いるだろ他にもメンバーとかよななんで俺なんだようん俺俺じゃないとダメな話だそれって逆に言うとノコさんの知り合いの話です俺なるほどなるほどねノコさんの知り合いの話なるほどね俺じゃないとダメダメなんだっすじゃあなるほどうんそれはちなみにポジティブな話 ネガティブな話。うん、ポジティブな話ネガティブな話どっちうん？やばい話ポジティブネガティブやばい。絞る絞る当たり前じゃんうん。それがわからないから聞いたかったんです。どういうことだよ。<laughs> まあまあそういうことか。なるほどね。<laughs> それがわからない。ポジティブかネガティブかやばいのかも。わかんないってお前。 のみん言ってんのかてめえ。なあ、そんぐらいわかるだろ。のこさんにしかわかんないってことまあいいや、ちょっとなんだろう。気になる。うん。女を紹介してと、なきけねえだろ、そういうことじゃないよ。絶対そういうことじゃない、絶対そういうことじゃない。うん。なるほどね。いや、まあまあ、文章だと長くなるんでしょ。とりあえずは。配信切って電話していいよ。 いやいやいやいいそしたら俺配信でいっちゃうじゃんねはい、あ、今話してきたよってうん <coughs> まあとりあえずまあ表では言えない話なんだねとりあえず山崎くんうんちなみにモノくんはモノくんにはうんいつでも大丈夫ですうんじゃったらまあ来年でも大丈夫だな、うん、モノくんはうん <coughs> 共通に知り合いでもいたかだっていつでも大丈夫だと来年でもですね別に20年後でもいいってことじゃんうんその程度なんだろ うん、なんだったら別にいいじゃん、うん、いやひでえとかじゃなくて実際そうじゃねえか、うん、いやだって電話って俺無理だもん俺もう知り合いでもさ俺で違う逆になぜ電話した。俺電話だいや分かる人分かるでしょ電話分かるだ電話電話ね怖いんで俺、うん、電話電話とかね基本的に俺誰でも誰でもそうなんだよこれ山崎君お前だけじゃないんで俺うん 山崎くん俺お前だけじゃないんだよお俺が結構まあ電話だけじゃないけどまあ連絡も嫌いだし基本的に基本的に俺連絡も返さねえ人間だからマジでお前ほんにこれだけは誤解せずにお前に言っときたいのがお前だけじゃないからね俺はうん、うん、そう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 ん、ここそちょっと誤解されたくないんだけど俺は本当にねすあ,あのねこういう人間なんですようん いや、佐都ちゃんとは電話するって言うけど、別にお深瀬くんでも俺そうだよ。うん。深瀬くんでもそうだよ、マジで。うん。<coughs> みさこのこと言えねえじゃねえか。いや、俺仕事の LINE はするよ、ちゃんと。うん。仕事はね。仕事の LINE はちゃんとやるよ。うん。私も親友相手でも返信遅い。うん。仕事はまた別じゃん。ね。うん。うん。<coughs> 一応見てはいるんだよね文にしてほしいうんけど山崎君けど本当はあれだよモノ君に押し付けるのはちょっとモノ君に悪いけど結構モノ君のは結構そういうのドカッとやっぱ聞いてくれるぜ、まあ、モノまあ俺の知り合いの話だったらちょっとねモノ君は知ってないからちょっとモノ君に言えないのかもしれないけどまあまあそれはまたまたはいまあいいやえっ、ー、とプライベートはこっちのペースで連絡しちゃう最近全部文章だわ、えー、直接話す方がいいんだね親友だとなおさら遅い ねえ。私2ヶ月越しに返信したりする。そうだよ。うん。別にそういうの全然あるだろう。ねうん。うん。モノ <coughs> くん男気。まあ、いや、モノくんはけど、やっぱ器もでかいし、ねあいつ器もでかいし、なんでもね。なんでもござれ。ねなんでもござれだから、あいつは。うん。うん。ねもう銭湯とかも連れてってくれるよ。なんだったら。うん。のこちゃんこんばんは、こんばんは。うん。 彼女にもそうなの。だから俺別れたっつってんだろ、お前。何回も,も傷口えぐるな。な彼女に連絡しないで、返事、返事ほったらかしにして、喧嘩して別れたってよ。うるせえよ。えっと、モノ君の懐の広さは、ええー、うん。何がモノ君、そうだ。うん。全然関係ないけど、顔面左右均等ですね。バカにしてんのか、お前。どういうことだよ、それ。なおい。 顔面左右均等ですねってどういうことだようん顔面左右均等ですねって本当にそれ言ってんのお前じゃあ俺俺のさねプリントお前俺のこのさ顔をさ画面をさスクショしてなスマホとスマートフォンの中に入れてさでさコンビニ行ってプリントアウトしてでのこさんのこれをこうやって折りたたんで折りたたんだのかよ そこまでやったのかよ。なあ。褒め言葉なんだ。うん。本当に均等かどうかってわかんねえだろそこ。そこまでやんねえと。そこまでやんねえと均等かどうかわかんねえだろ。なあ。うん。そこまでして検証するって、いや、そうだろ。え、でも俺ってみんなから見てどう顔面均等俺、顔面均等,俺顔,面均等顔面、顔面均等っていい褒め言葉なんでしょ ま、整ってるは整ってるイケメン。あっちいなっていうか、あっちいって言ったんだ俺さっき。均等うん。なるほどね。俺さっきあっちいって言ったの忘れた。うん。いや、こうなるとオリンピック選手ね、オリンピック2021って感じになっちゃうからさ。<laughs> バーベル、あのさ、オリンピック出るんですか出るんですかってなんだよ。 <laughs> お前ここ選手村じゃねえぞお前 <laughs> お前どこだすかここ選手村に見えるんだよい、まあ、オリンピック出る人がみんな今選手村にいるかはどうかわかんないけどね何の種目の選手ですかえ何の種目えそれはあ歩,歩,歩くでしょうんやっぱ暑いし <laughs> 走れないよ <laughs> 暑いからうん <laughs> 競歩、うん、競歩、競歩、うんまあ、競歩をなめてるわけじゃないけど、うんまあ、競歩でもねえよ。応、う、援、ん、応援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 、チアリーダー、チアリーダー、チアリーダー、ーダーさ競歩、本当につらいよ。えー、お,お散歩、うん、応援、お散歩、お散歩チアリーダー、うん、お散歩チアリーダーとして出ますよ。 今来ましたオリンピック出場おめでとうございます陸上部魂を見せてだから歩くっつってんだろうん歩いてんだから別にまだ陸上部魂見せてんじゃねえかよな地に足つけて立ってんだからよなえー、っとのこちゃんボンボン持って踊るの踊っちゃダメなのボンボン持ってねあの綿あめ持ってさねふさふさのなんかさケスランパサルみたいなねポケモンみたいなやつ持ってこうやってね うんねよいしょよいしょにほう本、うん、よいしょよいしょよいしょってあそうやっておお踊ったりとかしますようんよいしょよいしょにほう本、うん、よいしょよいしょよーいしょってうんボンボンだよって何がポンポンあポンポンって言うんだへえいやちょっと待ってあっちいなこれ。 暑いなやっぱり暑いわうん笑いすぎて歩けなくなったすごいねうんすごいね能登さんなんでなんで着るのえ暑いからうんシラフですかシラフだよシラフだし眠いようんもう眠くて眠くて俺はだから今日もう9時間配信してんだよ な9時間朝9時に起きて朝9時から配信してんだよ9時間配信してんだ俺今日ツイキャストニ個生やってんで今日今1時間経ってもう10時間だよ10時間だようんなんで着るって何がアチーカーだよアチーカーじゃなくてオリンピック選手になっちゃうからちょっとうん、明日さえ行から早く寝なきゃねうんそうだね明日朝日さえ明日配信するからね熊本まで行って すごいです。はって怖いですよね。何言ってんのお前。はって怖いですよね。っていうことはって何が言われるのが怖いってことはってうんのこさんがよくは,、ね、はって言う,言うけどそのたびにお前あのしょんべん漏らしてんの。うんなんかトラウマあんの。まあはにゃって言わないとね俺もねオブラートに包んではにゃって。 はにゃって言わないとなそうはにゃに変えればそうそうそう私今歯作ってる歯ああそういうことねあそれは関係あるからよしうんそういうことねうんはにゃって言えばいいのねはにゃ可愛いよねはにゃ俺好きでうんああ,あと腹減ったんだよね <laughs> なんだかんださっきさニコ生やったじゃんでその時も腹減ったじゃん全然食ってねえんだよね <laughs> 結局食ってねえんだよね <laughs> 結局食ってねえんだよ、ね そうそうそう <laughs> 結,局結局じゃあ暑くてさ食欲がわかんないうんうん早速あ言ってんだ何がサラダ食べたいセブン入れ最高うんえっちゃって俺さこれさ一昨日買ったやつなんだけどちょっと待ってこれ賞味期限大丈夫 ?726 の午前3時えちょっちゃう今日何日で教えろこれさえっちゃって今日の3時まで今日の3時まで明日 今今日日だだかから今日の3時前じゃねえかよまだいける明日やんってだから今日今日じゃん今日のだから3時じゃんに今日25日でしょ25日だから違うだから25日だから今日今日の 3, 3時今日の3時前じゃんだから明日の3時って何か明日だから明日明日は明日だけど明日は日たいで日たいで今日の3時じゃねえかっつってんだよなあおいなんでおめえおめえらとこんなことで問答しねえといけねえんだよなあおかしいだろ なあどんだけお前頑固だよ伝わるだろうなやだもう本当にさ「もうやだ!」ってね発狂するぞお前なうんもうやだってね高速道路から飛び出るぞ、ね、有名な動画であるけどこれ知ってる人いるから高速道路であのね あのキューティーハニーかなんか知んねえけどアニソン流れててそのアニソンでね親子喧嘩ね夫と旦那と奥さんが喧嘩してそれで「この曲名が何?」って旦那が聞いてそっからあの奥さんが「これだよこれだよこれだよ」って言ってるのに「全然違う全然違う全然違う」って言ってその後ねあの奥さんがそう。 知っ,てるそう知ってる人いるでしょ。気まぐれオレンジーそうキベ気まぐれオレンジロード、そう、知ってる人いるでしょ。もう、もうやだ、この人もうやだもうやだ,うやだって、で、旦那の方が、だから気まぐれオレンジロードの、って。もうやだもうやだ、やだ、やだって。あの動画面白いよね。あの動画マジでさ、面白いよね。結構有名な動画だよね。 え結構有名な動画で「気まぐれオレンジロード」のその曲名かなんかであの高速道路渋滞してる中でなんか分かんないけどめっちゃ喧嘩してるやつ、うん、めちゃめちゃ有名な動画です、はい、まあ、そんなことはどうでもいいけどなんでそんなことを、ね、そういうふうに押し戻しないといけないんだよって話ですよ、うん、楽しいご夫婦いや見てみた気まぐれオレンジロードそう見てこよう、うん、いや見てみてあれ面白いから

ちょっとみんなのこと考えたらまあハムとかこっち食った方がいいんだけどまあ言ったらこれ卵サンド食った方がいいんだけど配信映えするだってあ,はあれこれさこの卵サンドだったらこうやってさパクパク食ってるとこ見えるじゃんあのシーザーサラダだったらさなんかさ見えないじゃんサラダがサラダがちょっと見えないじゃんはしなんか俺が食う,と食う瞬間しか見え,見えないじゃん 広角レンズつけたら多分サラダーも映るかもしんないけどそこまでさ,す、ね、させんなよそこまではしないバイバイだよ何でもねそこまでそこ気にすんのか、うん、やっぱアングルはやっぱ昔からやっぱ俺気にするけどみんながいいっつんだったらみんながいいっつんだったらうん気になんないほんとに俺ちょっとちゃんと映っといてもらいたいんだよねなんかちゃんとこれーーついにシーザーサラダうんなんか 普通に食べなよって普通に食うわけないだろう、うんバクねえそんなねえバク転まあいいやゆっくり口に運べば見えるよ見栄えとかいらないからいやいるいるやっぱアングルはアングルとかねえ食レポする食レポうんまあ外から、はい、うん捕食マニアだからということだよ いやけどこれは本当にもうずーっとやっぱ僕ずっと食べ絶対俺てか最近めっちゃ食ってるこれ <laughs> だからのこさんなんだかんだであれだようんのこさん調理配信いきます今から料理配信料理配信来ましたうんこれめっちゃ美味しいよねそれ美味しかったですでしょ美味しそういやこれ美味しいよこれめっちゃ美味しいよえー、ハマってるハマってるいやこれもうだから押しサさず好きなんだけどさ昔っからうん3分クッキー料理配信します はいうん、今度かおこさんのお金教えてよかったでもちょっと高いんだよねちょっと高いんだよねこれ、うん、これねほら高くない ?356 円うんちょ,ちょっと高いねこれ、うん、そうそうちょっと高いんですよく、うん、るとはそれなと高いんですよ高い高いそう高いんですようん金血学生そう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 なかなかねそうそうそう ブルジュアナねタイモンスロメインレタスクルトンがうまいいや俺なんかさ半熟卵昔さシーザーサラダ無理だったんだけどさなんか知んないけど今年からいけるようになった半熟卵うんむしろ半熟卵しか勝たんシーザーサラダ半熟卵しか勝たんわマジで卵割るのが面倒それないやそれなってけどさすがのいやけど美味しいよねいや昔無理だったんだよ うん昔はねあなんでシーザーサラダに半熟卵なんてねそんななんかさねあの半端なこと、ね、するんだろうってさ昔から思っててさうん温玉うめえ、うん、だから俺今年今年今年で美味しく食べられるようになってよかったそうそうそううんいきなり出るなよ君君がいきなり出ちゃった徐々に出んのが気持ちいいのに。 いきなり君が出ちゃった。飯テロです。うん、うん。なんとかオレンジロード見てきた。早いよ、本当に見たの。うん、早す,すぎないいい子だわ。うん、もうやだーって。もうやだこの人。もううるさい。もううるさい、うるさい、うるさい。何も聞きたくない。もうやだー。あの動画マジですごい動画だよね。うん。 すごい動画だよねあの動画温玉簡単にレンジで作れる半ンたガチゲン見たくなるわうん気持ちはわかるもうやだ卵入ってんのいいなそうそうそう温暖うん仲良し夫婦だねいや結構なん,なんか動画見たら結構なんかマジで殺伐殺伐してるわけじゃないけどなんかやばそうな雰囲気だったよ次のパーキングで下ろしてもうお腹なりそう見つけたあれはクレイジー まあ娘も叫んでた。いやけどやっぱみんな知ってんだねあの動画。あの動画結構昔から有名だよね。うん。よっしゃ。混ぜます混ぜます。車の中でああなるのは嫌だね。うん。はやばいよ。地獄だよな。地獄だよな。どこで見れるの日本。日本,本。YouTubeYouTube。普通に見れる。見れるよ。気まぐれオレンジロードで調べたら。ママがググれば終わった話。確かに。ね。 うん、逃げ場がないのでやだ。じゃあ、これでいきました。ね。これで、なんだっけ、これ。シーザーサラダか。シーザーサラダ。ね。シーザーサラダ。いただきます。ちょっとこれは、俺ちょっとマジでお腹空いてるから、ちょっとね。配信中なのに皆さんすいません。はい。配信をね、ほっぽらかして、飯を食うなんて。ね。配信者としてさ、マジでさ、こんなちょいきもんだよ。 なあうん、こんな犯罪でしょ、ね、配信者としてやっちゃいけないことだよそれをうちのリスナー優しいからさ許してくれるからさ、ね、配信中にそんなのた食べるなんて、ね、リスナーほったらかしてよな何を今更って俺別にだってやったことない初めてよ、うん、やったことないもんなもん安心します逆に食べてくれ今さらってのは農産食べると安心します、うん、ちょい生きも物でしょこんな 飯配信なんて、うん、コメントもよコメントも読み上げずね食べてるの見たいっす野沢が食べてると安心するカニ食べてるとこ見んの食レポうまい食レポね終わり <laughs> それ以外何があんねん <laughs> 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 あのさ食レポお願いしますじゃねえんだよだからうまいうまいかまずいかね二択しかなくないうん細いのはサ,サラダ食べるからまずいとかあんのかないないないセブンイレブンでまずいなんかないやなあセブンでまずいなんかないや ねそんなの聞いたことない。うん。ねえ。なんかんの野菜食べてる、食べてる。セブン。前も言ったけど、セブンイレブンはちゃんとね、あの、社長トースのセブンイレブンの。例えば、旦那、あの、セブンイレブン。だ俺が開発してるおっさんね。シーザーサーダ。旦那、あの、社長の旦那。 シーダサラできましたえ。作りました。旦那、食べて、ご先生。って。んで、あの、旦那、旦那、おぉ、よぉ、じゃ食べるわ。食べるよ、食べる。で、社長が、そこでね、こって、うん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 。おい、うまい、うまい。はい、印鑑、印鑑。印鑑持ってきて、 ポンって。もう社長がだからちゃんと味見して、そう、食すんの。だから社長のね、社長の下が素晴らしいんだと思うよ。セブンイレブンって。ちゃんとだから全部味見してんだって。社長がちゃんと。うん。味見して、あの、ちゃんと、これはよし。これはゴー。これはいける。これはいけないみたいな。ちゃんと判断してんだって。セブンイレブン。うん。だからすごいよね。上の人までね。精神薬改ざんす。 なるほど、そうなんだ。社とそうだよ。セブンイレブンはなんかそう、そう、にインターネットいました。はい。ど、ど、どこの企業も同じことしてるよね。あ、そうなのじゃあなんでセブンイレブンだけうまいのねえ。セブンイレブン、まあローソンとかさ、普通にさ、ね、ファミチキとかさ、ファミチキファミマか。ファミマとか、あローソンとかもうさ、まあうまいもあるけど、セブンイレブン全部うまいじゃん。うん。 そんな全部同じことしてるんだったら、やっぱ社長がすごいからかな。社長がやっぱすごいってことか。それは。開発の人もすごいし、社長もすごいし。セブ入れの、えー、工場で短期バイトしてた。流れ作業についていけなくて、中国人のおばちゃんに切レれられた。おめえの日記調書にそれ。<laughs> 読んで損したわ。えー、っと、ミニストップのデザート好き。ミニストップ、あ、ミニストップもね、美味しいよね、デザートね。うん。 うん。ミニストップも美味しい。あと、ローソンもね。ローソンも美味しいよね。うん。うん。長、何がうさぎみたい。ミニストップのおにぎり、ええー、ミニストップは、違うよ。ミニストップは美味しいのは、フードが美味しいんだよ。フードが。フードが。タコチビが美味しいから。俺、ミニストップ、あのさ、 行く時さミニストップあない俺はあれ東京シティ行くときにいつも仕事行くとき車でねミニストップ寄るんだけどタコチビフードが美味しいやっぱりミニストップはうんそうミニストップはマジで圧倒的にフードが美味しいそれはもうセブ入れとかやっぱ買ってないわかるわかる人はわかると思うけどうんミニストップ全然ないんだえー、分けたいぐらいだよ逆に俺ローソンないんだよ ローソン行くのに車だってローソン行くのに車で30分30分飛ばさないといけないんだよヤバくね <laughs> ローソンが逆に全くなくてさこっちうんいや俺もローソン好き好きほんとほんとホントマジマジマジうんすっげえんか偏ってんの遠すぎよホンマジミュートップ私もローソン一番近い うちの近所もローソンない。うちらミニミストがそ,そんな感じ。うちからミニストローソン多い。なんかさ、偏ってるよね。あれ何なのあれ偏ってんのは何なのうちはちなみにセブンイレブンがめちゃくちゃ多いの。セブンイレブンとファミリーマートがめちゃくちゃ多いの。うちの周り。千葉ーうん。まあ、利権利権とかかな。ねなんかもう、 植民地にしてるみたいな感じなんじゃない植民地に。ねうちの周りだったらセブンイレブンの植民地だから、ローソン、ローソンはね、ねあの、じゃんけんして勝たないと入れてあげないよって。うん、そういう感じやん。植民地。うん。セブンはどこでも多いよね。いや、どこでも多くねえよ。俺んちの周りだけだよ。お、ま、前、あ、どこでも多いって話したら、お前、俺がさっき言ったこと、バカ、バカみてえじゃねえか、俺がよ。なあ。 俺んちのま、まあ、いや違う。と、どこでも多いくねえよ。セブンイレブンは。などこでも多くないから。うちの周りもだよって何が。セブンのカレーパン美味しいよって。セブンは韓国に多い。いやだから韓国とかどこでも多いとかいろいろ言うけど、俺は、俺んちの周りはセブンイレブンめっちゃいっぱいあるわけ。で、ローソンが全然ないわけ。他のところでセブンイレブンないとこあるだろう。うん。逆に、逆にね。ローソンしかないとか、 ねミニストしかないとか、ねうん、ミニップか。私の街はロ,ロ,ローソンがない。うん。あるある。千葉セブン多いんだっけそうミニップのポテト好き。うん。100円ローソンない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 。100円ローソンもないよ。セブンイレブン愛がすごいのこちゃん。俺はね、あのー、 俺はだからさ7年前まではさファミリーマート5年前56年前まではファミリーマート一挙だったんだよもうファミリーマートしか勝たんとね唐揚げくん何味好き唐揚げくんって何だよそれなどこのガリガリくんの親戚で知らねえよなもん食ったことねえよだから俺はファミリーマート一挙だったんだよそれは何でそれはけど昔はやっぱそうだったじゃんファミリーマート 全部美味しかったファミリーマートが、うん、ファミリーマートが全部美味しかったローソンでよって何がうん唐揚げくん何ローソンだからローソンの話分かんないんだって俺はよさ車で、ね、30分こうやってさ走ってさ行ってさブーンって言いながらさな行かないとローソンがねえからごめんやめろよお前そうやって仲間外れにすんのなあったろ ローソンが、ローソンなんて俺にとってあの要するにお前なんかどっか鳥取とか住んでんだろお前鳥取から東京に行くようなもんだよな東京とかニューヨークとかねな東京とかニューヨークとか行くようなもんだよ俺にとってはねそんぐらいやっぱ憧れの場所 <laughs> 憧れの場所と <laughs> まあだけどそんぐらいのけど本当に全然だからローソン行かないよ俺うんローソンは郵便ポストがあるから便利 トットリは遠すぎるわ。ローソンは遠足遠足。そうそう、だからそう遠足遠足。うん。そう、フレンチトーストははしごしたもんね。だからローソンはだから、美味しいもんな。フレンチトースト、ね、ローソン、フレンチトースト出たときは、本当に、ブーンってはしごしたもんね。あれ、マジさ、30分かけてさ、ローソンブーンって言いながらさ、行ってさ、あのさ、あのー、ローソンでさ、 あの、なんだっけあの、水筒ポテトフレンチトーストか。フレンチトーストめちゃくちゃうまかったじゃん。俺当時ハマったじゃん。なんか2年前とか。配信でもめっちゃ押したじゃん。ねえ。それでさ、30分かけて行ったのにさ、なくてさ。<laughs> で別のローソンまた30分くらいかけて行ってさ。ん <laughs> で予約あってあ。ローソンはしごしたん。うん。今はもうないね。写真にも載っけた。 今もうない、なくなったよね。うん、ローソン。めちゃめちゃ美味しかったよ。なんであれ美味しいやつさ、ね、なくすんだろうね。あれ。うーん。もうあれ、フレンチトーストだけで別にローソンもうさ、ね。未来栄光ね。あもうずーっと黒字。ね。うん。企業としてね、アップルとかさ、ね、アマゾンとかね、絶対抜けたろうに。ね。 ずーっとフレンチトースト残しとるやななんであれなくすんだろうね。うん。売れなくなったからじゃないの。ふざけんな。そんなことねえよ。あんな美味しいもんが。そしたらお前ら、ね、日本国民のな、大体のやつの下、あの、ベロ、ベロの味を疑っちまうわ。ベロの味を疑っちまうわ。違う、味覚だ。味覚を疑っちまうわ。 セブン入れの青いパッケージのアイス美味しかったのに。なんだそれアバウトすぎるわお前。セブン入れの青いパッケージのアイスって。なんだよそれな。ガリガリ君アバウトすぎるだろ。のこさん、マトリック、ま、マリマリ、マリト,マリトッツォ。<laughs> マトリックスに見えた。<laughs> マリトッツォってなんだよ。<laughs> マリトッツォなんて聞いたこともねえよ。だもんや。<laughs> でマリトッツォってなんだよ。マリトッツォってなんだよ。だからそれ、前、前。 マトリックスに見えた本当にマリトッツォってなまたまた出たまた JK ねえまたまタピオカの次は何マリ、まま、マリマリマリトッツォ出た出た出たあすけど最近バナナジュースも流行ってるって聞いたバナナジュースとマリトッツォが今 JK の若者ねティーンの間でキッズの間で流行ってるって感じでしょ 最近までマリトッツォだと何だから知らねえなマリトッツォとはイタリア発祥の伝統のお菓子、えー、ブリオッシュ生地に生クリームを挟んだものであるえー、っととりあえずイタリアではカフェ何、まあ、かよく分かんないよ生クリームブリブリブリオッシュ生地に生クリームを挟んだってなブリオッシュも知んねえよまずブリオッシュってなんだよブリオッシュ生地に生クリームを挟んだってブリオッシュってなんだよなあ もう知らないワードいっぱい出さないで頭がおかしくなりそうだからパンフランスパンパンパンってフランスパンなるほどねパンにパンにクリーム挟んだらクリームパンじゃねえか何がお前さ横文字使えばいいと思ってんだよなあマリトッツォとかよなあパンにクリーム挟んだらクリームパンじゃん 精神薬あざスね、マリオ・トッツォとか横文字使いたくてカッコつけてよ。なパンにたくさんクリーム詰まってる。だからクリームパンじゃん、それ。何がマリトッツォだよ。なカッコつけたい、カッコつけたいんでしょ。違うんだな。どう違うの。うん。マリトッツォ配信してて、だからどこに売ってんだよ、それ。どこに、どこに売ってんだよ。なね一回見てみてえもんだぜ。ああ、マリトッツォ。 セブンイレブンにあるよ <laughs>。ちょっと待って、セブンイレブン俺の庭なんだけど。俺の庭にね、入って、入ってきてるんだろうもうそいつは。マリトッツォは。俺の庭にさ、だって俺毎日、前ほぼ毎日行ってんだ、セブンイレブンは。ね。ほぼ毎日行って虫眼鏡でちゃんとくまなくチェックして点検してんだよ、毎日毎日。ね。全部の商品。マリトッツォなんて俺見たことも聞いたこともさ、ないよ。うん。知らんやんって、だから見たことも聞いたこともないよ。デザートコーナーにある。 嘘ああったかもあれかあれかあったクリパンにクリーム挟まってる謎のなんかあった最近俺、ガンスルーしたけどあれかあったあれかあの謎のなんか、丸っこいなんか、 そう丸っこいやつのパンの生地でクリーム挟まってなんかあれかあれかあれマリあれマリトッツォなんだあなるほどねあれあれあれおあれおいやべえびっくりしたお茶バグライダーっす俺の中でなんかパズルが埋まった感じでなんか気持ちいい俺の中でパズルがなんか <laughs> あれか <laughs> 俺もあれ何なのかなって今さいや俺もねなんかね違う違う違うなんかさデザートコーナーさ別になんかこう,いうチラてさしてさねそうそうそうチラ見はするんだけどなんか何これみたいなそうな,なんでこんななんかパンにクリームみたいな確か挟まってたこれ美味しいのみたいなね、うん、なんかすげえ微妙な感じだなみたいなうんすげえんか微妙な感じだなっていう僕はなんかね印象あったけど うん。い、残さんの気持ちは一回する。うん。買ってみよう。え、な味は想像通りです。味は想像通りってなんだよ。味は想像通りだったらパンに生クリーム好き。生クリームは別にオッケー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 。生クリームはオッケーだよ、俺。うん。生クリームはオッケーだから、全然食べれる食べれる。甘いの好きだから。甘いの好きだから。あんまり美味しくないということ。ただのクリーンパン、どういうことうん。ただ高いだけや。ちょっと待ってよ。お <laughs> ちょばけいさす。 いや、お前ら、じゃああんだけ褒めておいてなんでおめえただ高いだけやとかなんか,か悲観的なコメントがなんか飛んできてんだけど。なんか普通、ちゃっ,ってやってやってあ、さっきまでなんかすげえ進めてきたじゃん、マリトッツをさ。さっきまで進めてきてなんでいきないさた。ただ高いだけとかさ、普通だよとかさ。どういうことなのこれ。どういう、黒曜じゃん。あんまり美味しくないもん。いや、ちゃっ,って、何がしたいの 何がしたいのマリトッツォマリトッツォをどうしたいのお前らはお前らマリトッツォのことをどうしたいの <laughs> まあ普通 <laughs> ちょっと待って普通にめちゃくちゃ美味しいからこの話を流れになったんじゃなかったっけお前らが俺にマリトッツォをなんかね美味しいから勧めてるような流れだからこの話を流れになったんじゃないなかったっけ普通のパンとかさなんか めちゃくちゃ美味しくはない <laughs>。めちゃくちゃ美味しくはない <laughs>。まあ要するに、まあ想像通りっていうさっきのコメント通りなんだろうな。うん。まあ見た感じのあの、あの通り、なんかパンにクリーム挟んで、まあ想像通りなんだろうな。ね。なるほどね。存在を知らせたかっただけなのかな、マジで <laughs>。ね。うん。農産食べきれないかも。なんか2個ぐらい、 にに 2, 個2個入りとかじゃなかったなんか俺もうろ覚えなんだけどなんか分かんないけどうん他のスイーツの方が美味しいですわ <laughs> かりました <laughs> じゃあわかりました絶対買いませんはい絶対買いませんはいやめときますはいお前らほんと何なんだよほんとさねえうんマリオマリマリ,マリ,マ,リマリトッツォっていうなんか名前だけなんか無駄に覚えさせやがってなあ 余計な知識をさ、脳のシナプスさ、俺の脳みそのシナプス消費させやがってよ。なマリトッツォっていうさ、うん。せっかくの感動が台無しにって <laughs> 何の感動だよ <laughs>。これで JK の仲間入りや。え、流行ってんのは事実なのマリ、JK の間で。なんかティーンとか若者の間で、なんかそういった流行ってんのは事実、マリトッツォがか。あ、流行ってるらしい。流行ってる。 あ流行ってははいるのは事実なんだえー、なるほどね。それ結構あれじゃないあの、原宿行かないとダメなんじゃないうん、セブンイレブンのやつじゃなくて、結構本場のさ、本場のやっぱさ、ね、あの、チーズダックみたいな。チーズダックみたいな、大久保でた、ね、大久保で買うチーズダックみたいな、そういう感じで、原宿行って、イタリア行かなきゃ。船で。<laughs> うん、今飛行機とかで行けないがんな。あマリトッツォ配信しよう。近所のスーパーにも売ってた。うん、イタリアまで行かない。<laughs> ま、本場、本場、<laughs> 本場すぎるだろう、うん。原宿とかでも本場に近いやつあるだろう、うん。でもだからそ、竹下通りとか原宿、そう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 、そういうのとかあるんじゃない美味しいパン屋さんならきっと美味しい。いやーでもなんかなー もうちょっとなんかね、アクセント欲しいよね。みんなも食べてない人なんかさ、わか、わなんか想像したらだってさ、パンにさ、クリーム、クリームがは、挟んであるってそのままじゃん。もうちょっとなんかさ、もうちょっと服欲しいよな。なんかもうちょっとその上にさ、キャビア、キャビアじゃねえよ。なんか、キャビアってなんだよ。なんかもうちょっとさ、いちごのさ、つぶつぶのさ、なんかさ、なんかグロいグロ,グロいグロいってなんだなんかちょっとなんかプツプツした乗ってるとか、 なんかそういった、なんか、ある、ある。オレンジピューレあるよってなんか何、な、な、なそれフルーツがえー、っと、カルディでオ,オレンジ入ってる。えー、みんないろいろ詳しいね。なんかそういう、なんか一癖二癖ないとさ、そう、だったらシュークリームでいいじゃねえかな。そうだよ。そんなんだったらシュークリームの、え、てかシュークリームとどうちげえんだよって話になっちゃうわ。ね。うん。そう、なんかマテラッツィなんだっけ、もう名前も忘れちったよ。うん。 マテラッツィ、うんコンバーノさんさシュークリームの方が美味しいねシュークリームでいいって話になるじゃねえかよマリトッツォねマリトッツォって呼びづれいしさねシュークリームの方がほんとにスラーッと言えるもんねスラーッと言ってて気持ちいいからねシュークリームってねマテラッツァマテラッツァってデ,デコボコしてるからね マテラッツォみたいな言いづれいしなかみそうになるよねうん個人的にチュークリームよりは好きだったけどなへえ分かんないちょっと騙されたと思ってとりあえずまずセブンイレブンでちょっと買ってみるか明日ね明日ちょっと買ってみるかね次セブンイレブンねうん買うんやっていやさすがにそれはさね 食べてもいねえのに、こんなんね、あの、ディスるのはさ、失礼じゃん。さすがに。食べてからいいやって話じゃん。うん、そうそうそう。ねえ、みんなのさ、ネットの意見だけでさ、ねえ、ねえ、え、え映画見ないで、その映画を見ないで、ネットの意見に乗っかってディスってんのとさ、一緒じゃん。ねえ。<laughs> なあ。 ネットの意見でゲドセンキクソだったクソだったって言われて、言われててさ、じみ、自分見てないのに、あ、そうゲドセンキクソだよなって言ってんのと一緒だもん、一緒だもんな、それな。うん、だから、そう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 。百割のことってう,うことで、百割なんかなんかすげえ爆死してるらしいな。百割は。うん。まあ、クソだったよって何が。うるせえやめろ。えー、とりあえず、まあまあ、とりあえず一回自分のね、舌で確認しています。はい。私自分の。あん。 ゼロセ演キだって、うん、100ワニの話はしないであげて、お前が一番失礼だよ。なあ。100日後のワニだって、なあ、頑張って、今、頑張ってんだよ。な頑張って生きてんだよ。うん。神木隆之介君が声優なのに、あ、そうなんだ。うん。んこんばん、久々に来ました。ほんとかや。あん。 癖有事は豪華。うんまあ百話に、百話にはけどあんなもんさ、爆死して当然じゃん。ね。うん。百話にはなかなかコ,コロナ、ついてなかったな。うんコ、コロナもあれだし、いや、電通だからねって <laughs>。みんななんか最近すっげえさ、いや、確かに電通は電通でさ、あらと思うよ。 俺もどうかと思う <laughs> みんな結構マジで目の敵ネット民はさ電通を目の敵にさすげえしてるよね今やっぱ電通案件電通案件ってやっぱねオリンピックもね電通電通言われてるしなああモルカー人気だとオリンピックで取り返すえー、プイプイが映画になるの何プイプイって知らねーやえや、ー、え電通みんな嫌いすぎだろ ままあまあ電通けど私物化してるっていうのはねどこまで本当か俺も分かんないけどね実際そういうとこあるんじゃないの,あの電通がね私物化してるそう実際やっぱそういうとこはこんだけ言われてる言われてるってことはやっぱそういうのもね今までずっとさあ,あ,あるんじゃんね今までずっと昔から私物化してるってなあ,あ,あ昨日おすすめした水飲んでるって何かお前が勧めたんじゃねえ俺が勧めたんだろうが 俺がお前に勧めたんだろお前これ飲んだかお前らこれこれも飲んだ買い返しても電通絡んでたしなじゃあお前らさ束になってさ電通潰しに行けよじゃあね電通本社とかあるだろうなうんネットでぐちぐち言ってないでさお前らいつもネット民さネットでぐちぐち言うだけでさそれで終わ,り終わりにすんじゃん何でもかんでもねえうん 今から買ううん、これマジで美味しいからうん、いやこれマジで美味しいからさっきセブン言ったように買ってくるの忘れた早く戻れ戻れ戻れ今すぐ戻れおいうん忘れらんねえよのえ忘れらんねえの柴田さんってもっと電通電通の人あの人へえそんなんしなかったへえてか「忘れらんねえよ」って最近元気うん、いつもこの話しちゃうね忘れらんねえの話題来たら最近元気忘れらんねえよはちゃんと活動してる解散してない 大丈夫か、うん、いやぶどう好きなのってないが普通普通だけどこれは美味しいですうん忘れは柴田さんしかいないうん柴田さんそうなのってないが甘いの甘いの甘あ甘あ甘あ甘い感じうんまあまあ、うん、水水では天然水 のの白ぶどうの方が安いって思っちゃう忘れては知らぬ間に3人から1人になったえ忘れては知らぬ間に3人から1人になったって何言ってんのお前物天然水みたいな感じ、まあまあ、まあ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 柴田さんのか,かわ愛い,い犬柴田ってああ忘れらんねえような話か忘れて <laughs> これさっきのこれ忘れては知らぬ間に3人から1人になってた 何こいつ言ってんのかと思ったら。忘れらんねえよか。忘れ、忘れらんねえよのことを忘れて、忘れてって略すやつお前だけだよ。忘れらんねえよだ。忘れらんねえよなのに、忘れてって略すやつい、いいねえだろ。お前おかしいだろ。忘れらんねえよだよ。なんで忘れてなんだよ、お前略し方がよ。なんかおかしいだろ、手はどっから来たんだよ。 手はどっか来たんだよあっ 5, 5時か5時か5時か忘れ,忘れって言ってあそう忘れって言って手手ってあっ5時ねあすいません上げ足取ってすいませんそういうことで、ねはい、でもまあ今一人だよね柴田さんは一人だよね今うんそれは知ってるよそれは知っとるわ忘れらんねえうん何も忘れらんねえよな知っとるわうんそうそうそう いや、今、バンドマンはみんな厳しいですからね。本当に。まあ、バンドマンだけじゃないけど、いつも言うけど、こんばんは。ね柴田さん楽しそうだよ、毎日。<laughs> いや、お前の <laughs>、お前、お前勝手にそんなこと言ってるけど、う裏で、裏でさ、ね裏であれ、あの、わかんない。頭突きしてるかもしんないよ、壁に。毎日。うん。おそらを、お前の勝手な、 あれだろうん、意見だろツイッターとかのツイッターとかでなんか楽しそうにしてるとかそういった感じだろ浅はかな感じだシーザー終わりそう「対バンが懐かしい」ねえ対バンしてえなあてかするじゃんモロハと対バン久々 久々にさ、対バンするよね。対バンになってマジでさ、あれ2年ぶりぐらいじゃないゾック、ゾック以来じゃないゾック。対バンとかって、だってなんかあった今まで。ここなんかに、めちゃめちゃ久々だよね。対バンって。なんか俺ゾック以来な気するんだけど、その、そ、なんかあったね、2年ぶりぐらいじゃないそう、ゾック以来なですでしょあ,あ、電波 でもなんか、電波か。まあ、ゾックとか電波、でも2年ぶりぐらいじゃない ?1 年半ぶりとか。ね。大盤とかさ。ね。うん。思い出せないからゾックやと思う。ゾックからない。前髪ない。熱いの。電波ぶり。熱い。うん。マロ。ゾック見たかったな。うん。だから大盤とかマジでちょっと久々なんで。ね。うん。 うん、ちょっと、腕が鳴るぜ。楽しみ。うん。絶対、絶対負けねえ。もろはに絶対負けねえ。うん。対番ってバトルやもんな。そうそうそう、バトルだからね、対ンって。絶対負けねえ。まあまあ、勝ち負けなんてくだらねえって言うけど、 ねお,ま、お前らそう負けとかねかあったんだって勝ち負けとかくだらねえとか言うけど負けねえうん絶対負けねえ柴田飛び込み参戦とかないのはあんなやつ飛び込み参戦あんなあんなやつ飛び込み参戦させてね何の需要があるんですかねえあんなねザコプロレスラーなあうん あんな雑魚プロレスラー飛び込みす、あいつに何ができるんだよ。怪我するだけだよ。なラップバトルする。いや、そういうの全然ないないない。全然なんかね、そういうのね、全く、なんか、俺もなんか一緒にコラボしてもいいかなって思うぐらいなんだけどね。うん。一緒にコラボ。なぁ。もろはさん。ね。全然なんか、できそうだもんな。俺も。俺もポエトリーリーディングとか、まあまあ舐めちゃいないけど、まあなんか、 のさんも即興の天才だから結構俺まあまあうん即興でなかなかいけると思いますよ僕はい自信はなくはないなうんそうそうなくはない、うん、えー、っとの古さんの愛しがめっちゃプロってて好きどういうことプロプロ何がまあ13年間やってますから、はい、13年間配信してますからねはい えー、即興ラップ、えー、好きのこさんヒップホップ界隈とのつながりも結構あるあるあるうんありますよもう大麻とかいっぱいね回ってきてねもう何回吸ったか分かんねえなあもうスパ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 楽屋でうんうんぜひ見たいです即興そうい疲れてるってねがうんうん即興、うん、即興面白くなるでしょ俺はおねやったらねうんうん 何がうん。冗談にならないよって何が何が冗談にならないなんで冗談になるなるだろう。ね。の呂さんがやってるわけねえんだから。ね。うん。初見が信じてしまう。別にいいよ。うん。初見が信じたって別にいいよ。別にそんなもん。うん。だから。だから。ああうん。うん。切り抜かれる。うんだから。勝手にして。うん。 モノクンと電話してきました。あらざわす。あ、山崎くん。ね、ごめんね、ちょっとね。うん。そっか、モノクンと電話したんだ。ちょ、モノクンに、まあ、ちょっとわかんねえ。まあまあ、後日、ちょっとモノクンにも、ね、電話じゃなくて、聞いてみよう。どんな内容か。まあ、俺が聞いてるのかわかんねえけど。うん。解決したの、解決したん解決したんうん。うん。 やっぱ物くんはやっぱそこらへんね全然聞いて大丈夫ですああほんとうん解決したんまあわかんないなんかまあまあちょっとまあなかなか配信ではなかなかね話しづらいことだと内容だと思うからちょっとわからんお前がちょっとなんかねうんうん分かんないポジティブかネガティブかえっ物くんからアマンさんまで行きました配信では無理です それは無理だな分 <laughs> かったうん、分かった分かったうん、まあまあまあいいやまあまあ山崎くん分,分かった分かったもうオッケーオッケーうん、うん、分かったわうん、うん、あーなるほどねまあまあいいやこの話は別にもう広,広げないからうん大丈夫っすはい今日は乾杯しないんですか 乾杯乾杯なんかできるかお前。なあ。この流れで。お前、この流れで乾杯なんかできるかお前,お前。KP って、お前よ。なあ。ほんとによ。うん。えー、でも、えまあ、ぶっちが言うとけど、俺も眠たいんだよね。マジで。俺、今日ちょっと酒なしでも寝,寝れそうな気するけどな。重大発表教えてよ。何もあるわけねえだろ。なあ。 ななんんあるわけないじゃん、うん、シーザーサラダがお,お,い,お,い,おいしかったシーザーサラダが楽しく楽しくみんなとあの食べれ食べれましたこれが重大発表ですうんみんなと楽しく食べれたこれが重大発表うん これはだって重大じゃん。うん。俺にとってはすごい重大なことだよ。だってみんなとさ、ね、このさ、リスナーとさ、みんなとさ、こうやって楽しく楽しくさ、シーザーサードを食べれたことは俺にとってはさ、重大なことで重要なことだよ。とてもとても。そう思わないかね。な、うん、マトリッツィも知ったしね。 当たり前だけど素晴らしいこと。そうだよ。うん。これ以上に重,重大なことなんてなくね逆に言うと。生きてないと食べれないもんね。うん。確かにめっちゃ私楽しい。まとり。いろんなことを知ったしね。うん。発表停止をちょっとはめる両親を感じました。うん。明日ってたって、ちょっと待ってろ、つい。これを言いたかった、ずっと。うん。まとりっつを。 ちょっと待ってらっつい明日え四4連休さもうさ終わ,終わりなんでしょう。明日からはどんな感じだんみんなもう普通に仕事明日から明日からもう仕事もう終わりだよだからさ仕事普通に仕事なんだ社会人の人仕事学生は仕事仕事夏休みだからが学校あるえ学校あるやついるんだ 歯医者仕事、期末テスト、ニートニート、えー、仕事、ちょっと待って、大学テスト、休み休み待ってる、夏休み、普通に知らんし、知らん、働きあり、仕事、四連休仕事、明日追し明,明,明,明日、明日ずっと仕事、ニートは通院、えー、自由、子供が夏休み、7月、部活、仕事ようだ、普通に仕事仕事、就職仕事、自宅警備、豚、ぶぶぶ豚豚,豚、学校、 えー、にーと、えー、来週は、ホテルでランチするぜ。知らねえよ、そんなもんや。知ら、勝手に言っとけ、ボケ。なそのホテル潰れろ。お休みです。いつも通り仕事。カレンダー通り、えっ、ー、と、連休休暇取って、眠いから寝ます、休みなさい。オリンピック見る。あ、違う、そういうことじゃなくて、本当に、ホテルとかオリンピック名とかって俺は聞いてんじゃなくて、あの、 明日休みかどうかって。まあ、あとりあえず、まあ、今んとこ、けど、が、学生は夏休みじゃないんだ。社会人の人はさ、そう、仕事、でしょなんか夏休みなんかないもんな、お前らな。でもあ、あれでしょあのー、ソーシャルディスタンスワーク、でしょ今。リモートワークか。リモートワークでしょどのみち、家の人、リモートワークって結構今増えてるんでしょ仕事っつっても、家から出ないでしょリモートワーク、リモって、そう、家から、リモワリモワ。 お仕事ですよ。だからリモートワークの人もいるんでしょうん。リモート、まあリモートワークできない人もいると思うけど、ニートだもん。リモート。うつ病ニート。リモートワークじゃないぞ。普通に出勤。うん、だからまあ普通に出勤な人はね、ご愁傷様です。ねこんな炎天下なんか台風も来るしな。台風も来るし、コロナも増えてってるし。なあ。本当にみんな、本当にお気を付けください。ご自愛ください。 用事あるから夜録画見る。え、リモートできない。え、仕事で普通に出勤だよ。オリンピックは今晩は久々です。えー、みんな仕事や。いや、いや、いや、野子さん明日は仕事。いや、俺明日はだから、あの、セブンイレブンでさ、あの、マトリックス買いに行くんだよ。うん、クリーンパン。それだけ。うん、明日から台風、明日から台風なんだ。明日から台風なんだね。うん。リモートとあ、あ、あ、出勤したくないけど、テスト勉強おやすみなさい。お茶場帰らます。 うん、まあ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 、待ってらっちーみたいなやつ。そう、それだけ俺は。じゃあ配信待ってます。じゃあ配信待ってます。なんで。<laughs> じゃあ、<laughs> 俺がなんか何も予定がない、イコール、ね、こいつは配信、配信を、<laughs> ね、配信をなんか絶対やるようなね、おっさんだっていう風にお前は見てんだろ。<laughs> じゃあって。 まあまあ別にまあ待ってくれてんのはありがたいけど待ってくれてんのはありがたいけどいや俺もちょっとやることはあるんだよ、うん、と家家家自宅作業で正規のそう正規ブロマガとか作曲とかあるから忙しいよねいや正規ブロマガやんねえとなほんとねニコニコチャンネルえー、台風区の中マトリッツを買ってみた配信お兄さんコンビニ配信できないからねおやすみなさいだからみんなもう寝るよな寝るやついるよなうん マトリックスドライブ配信かっこいいなお茶バガイザースいつでも待ってよねもう月末だもんね買ったら配信してねはい間違って CX 買わないように気をつけてください、はああ、うん、まとねうんまあ、い,いやえー利根川でマトリックスを食べる配信かなうんまあ、とりあえずみんなとりあえずあれっしょ学生夏休みの人とか いるんでしょうんあれ美味しいのってだからマジっつってんだろみんなコメントがよ、ね、コメントがなんか別にただのクリームパンだよってねなんかただの普通のね普通のクリームパンだよって言ってたろなおやすみなさいうん、うん、俺ん中で逆にハードルがもうガンガン下げだから <laughs> ね、うん、お前らのコメントのおかげでハードルのガン下げだから 多分、買って食べたら、ものすごい感動するかもしんない <laughs>、うん。みんながコメント、そうそう、めちゃめちゃ俺の中でもガン下げになってるからそう。逆にそう、すごい感動、そう、え、め、いや、全然美味しいじゃんって。全然め、なんか、普通に美味しいじゃんって。そう、普通だけど、普通に美味しいじゃんって感動するかもしんない。普通だよ、だから。 普通だけど普通に美味しいじゃんって。ね。うん。野呂さんオリンピックみたいなネットニュースでしか見てない。すすめったのにね。渋谷のマック配信しよう。案外その方がいいかも。ハードル下げておくのになるほど。そうなって、まずくないけど美味しくはない。野呂さんのはブリオッシュに感動しそう。なるほどね。ブリオッシュね。なるほど。普通なことにか。まあまあけど、まあすべての物事そしたらどうなるんだろうって。どういうことや。うん。でもパンなのよあ。パンか。うん。 美味しいやつ美味しい。のこさんすっかもね。まあとりあえず、まあ一回ね、うん。100分は一件にしかずということでね、ちょっとね、あの、買ってみますわ。え、てかみんなあとさ、さ,さっきの話なんだけど、別に、え、もう夏休みの人って、何実際そんな、みんななんか色々あるんだ。期末テストとかなんか忙しかったり。なんかその学生でも。社会人の人はやっぱり夏休みってないじゃん、いつも。ね、社会人の人って。ね。 学校,学校でも全然普通にさね、うん学生さん夏休みって言ってもなんか普通に学校行くとか何か言ってるやつもいるよ、うん、夏,夏の補習とかほら夏講習とかなんかいろいろ忙しそう、うん、テストマジックそうえな,なんでお前ら夏休みなのテストしてんの意味が分かんないね意味が分かんないんだけど、ね、なんでさ受験勉強とかやってんの夏休みなのに、ね、お前ら高校生は夏休み部活行ってる うん、なんで部活なん行かなきゃいいじゃん俺部活なんか幽霊部員だったよ、うん、俺は幽霊部員だって部活とか行かなきゃいいじゃん部活なんて夏休みあるけど3日間しかない社会人は悲しいまあ社会人は毎年そうやな、うん、やらんと落ちる落ちてもいいじゃん、うん、確かにね校内何もないね私も幽霊だった陸上行かなかったの俺幽霊部員だったよマジで大学行きたいからえっ、ー、とき,き,き,き始めテストある 真剣ゼミやってれば大丈夫だよ。そうだよ。うん。別にそんな学、なんかわかんねえけど、真剣ゼミさ、やればいいじゃん。ねこんばんは。真剣ゼミとかやってりゃ、別に頭し、勝手に良くなるじゃん。うん。部活行きたくない。だから行かなきゃいいじゃん、行きたくなかったら。うん。お前ら、奴隷なのうん。お前、奴隷なのが、あの、校長先生の。部活行きたくないとかさ。 校長先生の奴隷なのお前。なあ。お前部活行きたくないのよ無理やりって言ってるでしょ奴隷じゃん。校長先生の。ね。奴隷じゃん。うん。ね。だろお前は今学生だから、ね。そこが、お前ら学生とも聞け。あの、学校がね、すべての社会になってるから、あれだけど、大人になったらわかるぜ。やっぱ学校も学校で、やっぱ一つの社会であるけど、 やっぱりいかにこの学校という中でさがんじがらめにされてるかっていうね先生とか親とかお茶番ッアイザンス親とか先生とかいかにそう,そうそう人生をがんじがらめにされてるっていうのがうんそれは本当にそうだからなだからのこ先生のこの言葉をね昔から俺は配信で言ってんだけどお前の人生なんだからうんお前の人生なんだから別に何歳でも うんお前の人生なんだからさお前は決めていいんだようんそうだよお前は決めていいんだからそれはほんとそうだからなうんノコさんは学校作ろうそしたらお前俺何を教えればいいんだよな二等円三角形の面積も上がんねえのにじじまあ哲学のこういうね人生のね、うん、人生の授業しかできないね のこ先生出会いたかったよ。ああ、昔その、若い頃に。いや、でも本当だから僕は、あの、のこさん先生になってほしいなんか。だから僕は別に今ここでもさ、あのさ、ね、ソーシャルディスタンス、ね、授業してるわけじゃん。僕もこうやって毎日毎日お前らとさ、ソーシャルディスタンス保ってさ、授業してるわけじゃん。なてかさ、だいたいいじめとかもさ、ああいうのもさ、いろんなさ、解決の仕方あるもんな。昔から言ってんだけど、オンライン授業でいいのいいよ。てか、オンライン授業もっと発達させるや。な。 ああ、いじめ、いじめられっ子とかさ、いっぱい今でもさ、いっぱい世の中いっぱいいるわけじゃん。ね学校なんか行かせる必要ねえだろ。もう今、不倫だよだよ。せめてさやっぱそういう対策しろよな、国もな。いじめは犯罪としてほしい。だから刑罰化しろってのは究極言ってんだけど、刑罰化とかそこまで動かねえじゃん。でもせめて、刑罰化できねえんだったら、せめてできることはさ、ねえ、ちょっとやれよ。な。いじめられっ子の人はやっぱ続いたオンラインでもさ、 今だったらできるわけだからさ、ああ、でいじめを見てみぬふ、オンライン一回行くか選択できればいいね。そう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 。オンラインか学校に行くか選択、うんそうそうそう、えー。いじめた人の本名を晒すのダメなのかな。どういうこと？だだだ,だめなのかなって俺に聞くなよ。な俺歌にしてんだから。学校落ちこぼれて辛い。学校嫌い、えー。昔からそれがあればよかったよな。 ねえ、ほんとだよな、マジでな。キャンパスライフ送りたかった。なんか電話かけてね、しか言わない。言わないよ、国って。あ、電話かけてね。電話かけてね、しか言わないよね、国って。って,ってね、コメントあったけど。そう。ねうん。教室にパソコン1台あれば解決できます。お前、山崎じゃねえか。<laughs> お前、お前なんかもう、うまいや。お前はもう解決したのか、お前の問題は。お前、お前で。うん。ナチュラに参加してんじゃねえよ、てめえ。うん。 えーとそそうそうホットダイヤルホットダイヤルホットダイヤルそうね何でもかんでも電話か,かけてねみたいなホットダイヤルなうん電話かね何でもかんでも電話かけてねってうん いや、でもさ、俺は、けど、本当にね、あのね、マジでね、僕はね、思うんですよ。電話しても変わらないまあまあ、一概にはちょっと僕も言えませんが、そこは。ただ、本当にね、うん、加害者構成プログラムをもっと加速させてほしい。加害者構成プログラムどういうこといじめ加害者構成プログラムってことそんなもんが何、何あるわけ、うん、そんなもんがあるわけいじめ加害者構成プログラムっていうのが。<laughs> そんなもんがあるわけ 俺その存在死んねんだけどさ、ねえ、刑務所行きでよしって <laughs>。うん。いじめっ子もある,ある意味病気ってことああまあまあね、ねプログラムがあるとしたらそういうこと、だから病気ある意味病気として、ね、みなされ、みなしててみたいな、ねうそういう,う,いうかんか感じってこと構成するんかなうーん。確かに、いじめっ子ここそメンタルのケアが必要だと思う。え本当に嘘 いじめっ子こそベンタのケアが必要だと思う <laughs> 俺はそう思わねえよな俺はそう思わないなうんいじめっ子こそって言うけどまあ確かにいじめっ子もいじめっ子でたなんかそういったわかんねえけどさあんのかもしんねえけどさなんかサイコパスかわかんねえけどさそういったさね人間的なさね人格的なね人格的なさねいびつな部分ねうん 人を気をつけて楽しむのはおかしいよ。んで、まあまあ、確かにね。だから、それをいじめっこ構成プロ,グラムをプログラムを組んだことによって、それが本当に構成されるのかっていうケースはあるのかいえ、ね、構成したケースは、実際。俺は別になんかそのさ、あの、あの存在は知んないんだけどさ、そのさ、いじめっこ構成プログラムってやつが、ね実際それがさ、なんかさ、構成したケースがあるのかいっていう話だよ。うん。 大体いいストレス発散でしょ。子供には可能性がある。家庭環境の影響ってでかいよね。まあ家庭環境の影響,影響もでかいけど、ね。あるあるとケースは聞いたことない。農産おすすめどんな風に構成さ。海外はそうみたいそうなんだ。時計地がけのオレンジみたいな。確かに。時計地がけのオレ,ンオレンジもそんな感じだったよね。あの映画な。うん。俺はけどとりあえず、ね。 やっぱい,じい,じいじめ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 たやねその構成プログラムとかいろいろ言うけどねいじめたやつはやっぱりもうそれやってしまった時点でもういじめられっ子の側の傷っていうのは言えないわけよねもうその時点でやっぱり俺はどうだと思うんだよもうどうかと思ってからもう当然ねもうその時点でもはやさもうもう どううしようもない,ないわけよ一生引きずるようなことになるわけよねうんだから後の祭りっていうのもあるんじゃないのいじめっ子を構成したところでそれは実際被害者側が逆にまたさまたそこのね難しい問題だよねだからそこもいじめっ子はいじめっ子でそのさ確かに問題があってそれを直さなければいけないっていうのはあるとしてさねうん どうしたらええんやろうか。え、だからめんどくせえからもうね、うん、めんどくせえからって言ったらあれだけど。<laughs> うん、これはなかなかけど、難しいよ。うん、難しいよ。だたこれは完全に正しい、うん、完全に正しい答えなんて導き出せねえよ。人に、やっぱ僕いつも言うけど人間には誰だって、ね、子供でも大人の誰でも悪魔がいるんだから、ね。誰でさえ。 うん。そんなもんはさ、だからさ、そんなもんがいる、いるから、だってあるわけだから、やっぱり人間は全員絶滅しないとダメだよ。ね。うん。もうそれが答えになっちまうわ。ね。人間が絶滅しないで。<laughs> 極論。いや、だから、もう極、極論したらそ極論言ったらもう、人類保完計画って、まあそういうことか うん、極論人類補完計画でしょ <laughs> 確かにねエヴァンゲリオンのね人類補完計画ですようんうんだから俺がねあのー、あのゲゲゲゲンドウになって立ち上がるしかないなゲンドウに頼むしかないね俺がねうんゲンドウとなって立ち上がるしかない まあい,いやけどなかなかね弱そうああ何弱そう頭が悪そうとろそう人間は意地、うん、なんか、うん、地ならししないと、うん、全部なくなればみんな平和なかなかほんと難しい問題ですけどまあほんとにねほんとちょっと僕は極端に言っちゃうとやっぱそういうこととかやっぱねもうやっぱりし いじめっていう言葉でやっぱりねこれも昔から言われてきてるいじめっていうよりもやっぱ障害罪暴行罪ね脅迫罪あもうそういったもので、ね、くくるっていうさね幼稚園の頃からねちゃんと植え付けないとねダメな教育でシーザー残ってないよあ残ってるかちょっとそれは手っ取り早いの うん、まあ親の親の教育からもうずーっと幼稚園の頃からねもうもうそうするしかないいじめと言葉が甘いまあそれはほんとそううんでもこれは昔から言わせる言われてることじゃんこんなんさマジでさ40年前50年ぐらい前から言われてることだよねいじめっていう言葉ねうんいじめっていう言葉がってそれでもやっぱさ変わらないわけじゃんねこの国 他の海外とか俺わかんないよ。海外ってかどういう感じでさ、そういうの対策してんのか。とりあえず日本にいたってやっぱりずっと変わんないわけじゃん。ね、じゃあなんで変わらんのや。だから、だから俺がな、もう、やっちゃうようん。あー 何よっていやそれは野暮でしょ、うん、それを聞くのは打足だよ君何よってそれをそれを聞くのは打足でしょ、うん、戦争 <laughs> なんで戦争なんだよ <laughs> なんで戦争なんだよ <laughs> うん憎しみは憎しみしか生まないだろう、うん 巨大化しよう何飲むのこれリンゴジュースこのリンゴジュースめっちゃ美味しいよなあかんだでうんうん赤リンゴこれオレンジこれちなみにオレンジもあるんだけどやっぱこれねこれ今日買ったやつではこれ普通に美味しいよなやっぱりリンゴジュースうんった、ね、誕生日でもらったリンゴジュースに比べたらまあこれも美味しいけどまあまあまああっちの方がね 100, 100倍美味しかったけどな みんなからら誕生日プレゼントでもらったリンゴジュースまあ残ってるけどあ,ーあれがめちゃめちゃもうのまあ飲みきってないタンプレのやつそう高級のに慣れちゃったから責任取ってさマジでさ毎月毎月毎月送れよって思っちゃうわね送,送ったやつ俺に送ったやつ うんまだあるんだ大事に飲んでるんだねこれ80円くらいだもんなやっぱり違うんだねいやこれも美味しいよこれも美味しいけどこれのやっぱ2倍美味しいねうん2倍美味しい責任取ってあの毎月毎月送ってもらいたい定期便で <laughs> 相当気に入ってんの野呂さんのおすすめのスカイタイムは微妙だとごめんいやお前おかしいって味覚狂ってるよな俺がおすすめのスカイタイムがダメなんてな お前おかしいって、味覚。うん。うん。さっき100倍って言っては言ってないが、スカイタイム、スカイタイムだって、美味しいよ、100倍。うん、リンゴジュース100倍美味しいよ、スカイタイム。うん、スカイタイムってわかんないやついるてか、最近、最近俺の配信見始めた新規のファンは知んないか。俺がいにしえのね、4年前、 5年前とかにさ、ツイキャスで、もうね、もう毎日毎日毎日、ね、配信するごとに、スカイタイムって。ずーっとね。そうそうそう。うん。あのー、ステーマしてたやつ。10、飲み物飲み物。そう、九位九位九位。うん。アマゾンで6、6、六本数千円で買った。だから、うん、俺のステマに騙され、騙され、騙されてじゃねえ。<laughs> 俺のステマに、あのー、あの、信用して買ってくれたんでしょ美味しかったでしょうん。スカイタイム美味しいよ。俺ちょっと最近買ってないけど、また買いたくなってきた。うん。炭酸で割るといいかも。いや、スカだからスカイタイムっての昔、ジュース。あのね、飛行機、JAL!JAL の飛行機乗ったら出てくるキウイジュースなんだけど、そう、キウイジュースなんだけど、そう、JAL の飛行機乗ったら、そう、JAL の。 あれ、あれ、あれ、あれね。あれが、アマゾンで買えるんですよ。スカイタイムっていう名前で。アマゾンで。そう。激甘のうん、まあまあ、激甘って、まあまあ、めっちゃ甘い。まあまあ、そんな甘いと思わないけど、美味しかった気がする。うん。大量に、俺めっちゃ大量に買ったじゃん。うん、いや、超美味しいの。もう、世界一美味しいジュース。うん。すげえ美味しそう。うん、いや、だから、美味しかったけど甘かった。そんま飲んでる。いや、当たり前じゃん。 世界一美味しいジュース。あれは。うん。世界一。俺いろんなジュース飲んできたけど、わかるでしょそう、世界一美味しい。だからみんなね、あの、僕の新規のファンの人とか、リスナーの人とか、うん。そう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 。世界一。うん。バニラフラペチーノも美味しかったでしょ俺がおすすめするやつ全部美味しいから。その中で、けど、また買うまとか、宇宙一。うん。宇宙一美味しい。 あれは、スカイタイム。まさに名前の通り、飲んでみたい。そう。うん。飲んだ瞬間に、もう気持ちがね、飛行機乗ってくから。うん。美味しすぎて。気持ちが、あのね、美味しすぎて、あの、体育圏ね、突破するから、飛行機の,のに。ね、ロケットじゃないのに。飛行機が体育圏突破したら、バラバラになっちゃうよ。危険、危険。 でもそんな危険を犯してまで飲みたいそれがスカイタイムうん宇宙行っちまったいや宇宙行かないバラバラでもううんバラバラになってもう死んじゃう,もう死の危険を犯してでもそんだけう美味しい世界一美味しいそうそれがスカイタイムいやけど本当においしいからマジでうんデザインいいねあみんな調べてるアマゾンであるから飲むの怖いな ああ怖いよ当たり前じゃんバラバラになるかもしんないからんな飲んだ瞬間そこまで言うんやうんでもここまで言ううん世界一美味しい俺今まで飲んできたジュースでやっぱりせなんかやっぱ世界一じゃないけどまあトップ3に入るうんトップ3に入り,入りますはいトップ3に入るぐらい美味しい人生で 久々にスカイタイムすんねスカイスカイんだっけタイムだよスカイなんだっけってなんだようんスカイタイムノコ、うん、イイさんキ位9イ,イ好きキュウイトニックとかうんキュウイトニックも好きだしキュウイ好きだよキュウイ味しかしないのかななわけないだろうんちゃんとスカイスカイスカ味もするスカイ味も,イ味もなんか怪しいの入ってる入ってないよ入ってないよそんなねえうんちゃんとキュウイが入ってるから うん、世界3位に入る。うん、トップ3、うん。トップ3に僕は入りますよ、スカイタイムは。だから皆さんあれ、騙されたと思って、あの、飲んでください。えー、何のごちゃん、キウイブラザーズとコラボしてほしい。嫌です。はい、俺、スカイタイム好きでキウイジュース好きだけど、キウイブラザーズは、<laughs> なんかどこのよくわかんないお笑い芸人か知んねえけど <laughs> うん2位と1位は何かしらいやいや2位と1位は何だろうなけどスカイタイム騙されたと思って飲んでみろなんだよキュウイブラザーズってた <laughs> <laughs> だそれ初めて聞いて。<laughs> キュウイのキャラクターで <laughs> 知らねえなんだよキュウイブラザーズって <laughs> なんで俺は知んねえんだよ むしろこんだけキウイ好きなのにね混ぜろよなおねうん俺もキウイブラザーズに混ぜろよこんだけキウイ大好きなのにさうん絶対に知ってるよって絶対に知んないよ今来ましたこんばんはキウイブラザーズうんあれキウイブラザーズって名前なのみんな知ってるねゼスプリのキウイ知らないの ちょ、待って待って待って。お前らちょっとなんか、9位ですごいなんか盛り上がってるね。俺を差し置いて。楽曲提供してるな、ゼスプリとかさ。ちょ、待って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 。お前ら俺を差し置いてない勝手に盛り上がってんだよ、お前 <laughs>。また残さんがお前らちょっとさ、なんかさ、すごいな。なに、若いな。うん、俺も自分が若いと思ってたけど、 お前ら結構案外若いんだなああ俺。俺も自分が若いと思ったんだけどな。うん、情報のね、ついに若者のね、あの最先端を行くのこさんと呼ばれてきた男だなのに。キュウイブラザーズとかなんか、ね、そのなんかゼ、ゼパスなんか、ゼパスだからなんか知んねえけど。うん。ゼニゲバみたいな名前なんかあったけどさ。ゼスプリ 何ゼスプリって知らねえよキュウイブラキウイブラザーズのゼスプリとか何何を言ってんだか意味がわかんない何を言ってんのかが意味がわかんないキュウイブラザーズのゼスプリがどうとかってうーんイキュウイのブランドがゼスプリだからどういうことだよキュウイのブランドがゼスプリゼスプリっていう会社が キウイブラザーズを作り上げたのか。なるほどね。ゼスプリっていう会社がキウイブラザーズを作り上げたってことっしょ。なんかよくわかんねえけど。マスコットキャラクター。ああ、そういうことっしょ。そういうことっしょ。うん。ためになったね。全然。うん。もう本当五5秒後に忘れたい。うん。5秒後に忘れたい。うん。超どうでもよさそう。うん。いや、超どうでもよさそうじゃん。 俺のスカイタイムお前ら逆に忘れんじゃねえぞ。お仕事終わった配信見ると、アセシアカイザース。うん。お前らもうさ、ねえ、マトリッツィうん。なんかわかんねえけど、マトリッツィ、マトリッツィとか、アリエッティ。なんかさ、アリ忘れらんねえよって。なんで忘れらんねえよって。<laughs> やめろ。やめろなんかいろんなーマトみたいにコメントすんの。今まで配信で話したこと。<laughs> 走馬灯みたいにコメントすんのやめろ忘れらんねえよとかなんかなんかマテラッツィとかちょうやめろ、うん、おさらいすんな <laughs> いきなりおさらいすんななんか頭バグるからうんなんねんねんちょちょ,ちょスカイタイムだそうスカイタイムスカイタイム <laughs> 死ぬスカイタイムはだからそうそうそうあみんなちょっと騙されたと思ってあの買ってくれようん あんまそんな高くないから、スカイタイム気になる。うん、騙されたと思って買ってよ。ただ,だ、ただね、そう、昔からコメントで言われんのは、そう、スカイタイムアマゾンなかったら嘘でしょアマゾンに売ってなくて嘘今ないのアマゾンになかったらお前、ジャルお前、ジャル jal で働くしかねえじゃねえかよ。それがジャルのさ、飛行機のチケット取るしかねえじゃねえかよ。な j ジャルのひ飛行機でしか飲めなくなっちゃうじゃん。え、マジでなくなっちゃったん そしたらもうジャルのチケ,チケット取って飛行機ね行く,行くあてもない旅してジャルの、ね、スカイタイム飲むためだけにさジャルの飛行機乗るしかねえじゃねえか飛行機乗らなくても買えるよどこでちょ待ってメルカリじゃあえメルカリアマゾンないのマジでかまっちゃうスカイマークしか乗るそれしか旅か昔は COP って何が何だそれ COP って ジャル乗って千葉行くかえちょ待ってでもコロナのコロ,コロナで飲ませてくれないかもえちょ待ってえアマゾンで売ってなのじゃあ俺じゃジャルの通販サイトがあるよあジャルの通販サイトがあるようんみんなお前らちょっと困ってたと思うけどジャルの通販サイトがあるようん実はうん、ちょっと俺も隠したけどだからそこで買えるからまあそんな慌てんなよね,ね そう、JAL の通販サイトにもなさそうですおいないってよおいどのはなんだよそれよ JAL の通販サイトにもね,ね,ねえじゃねえかよえ売ってねえじゃんそしたらもうダメじゃん JAL の通販サイトつか JAL の通販サイトでスカイタイムね売らなかったらさこれ何 JAL の通販サイトで売らなかったらお前じゃあ JAL の通販サイトは逆に何売ってんだよ <laughs> スカイタイムを売らなかったら逆に何を売るんだよ、あそこよ。ね。うん。だって飛行機出てくんのってさ、スカイタイムと、あと、ね、あれだ。あの、なんだっけ、あの、チョコレートのバー。ちっちゃいバー。チョコレートちっちゃいバー。あれしかねえじゃん。あとコンソメスープ。ね。うんあ。あれ、あれ、あの、キットカットだ。キットカットしかないじゃん。 飲み物業界、文字通り戦争、サヨナラス解体、コンソメセブンあー。一本満足バーげえよ <laughs> き。きっとカット、きっとカット。えー、ちょっと、ちょっとマジか。みんなに飲ませたかったなぁ。うーん。j a の機内サービスの、何あ、何ジャルの機内サービスのアイコン的な存在として親しまれているジャルオリジナルドリンク、スカイタイムが、 2020年12月にリニューアルえリニューアルしたの桃と桃とぶどうをミックスしたスカイタイム桃とぶどうが誕生しましたえ気になる気になる気になる桃とぶどう桃とぶどう味えそれやったらこれでいいじゃんね白ぶどう桃とぶどうか 9位はだから9位なくなったんだね <laughs>。いや、9位が良かったと思うんだけどなけどな俺なーうーん、そう、9位、そう、9位。いや、9位だからスカイタイムなんだけどなーうーん。桃とぶどうだったらさね、スカイしねえじゃん。なーうーん。ね、地面タイムじゃん。ね、地面タイム。 飛んんでかねえじゃん気持ちが混ぜたら九位になるんちゃったったん鼻から九位でいいだろそれ <laughs> まあ何でそんな遠,、ま、遠回しなことするんねんうんいえマジか作ってよミキサーでもう飲めなくなったんだねいやーちょっとみんなにちょっとなー飲んでもらいたかったなマジでうーん新規リスナーにもお茶バアイスース うん、でも、まあまあ、けどね、俺ね、まあこうは言うけど、あの、やっぱ俺昔5年前とかスカイタイム、スカイタイム、スカイタイムってさ、ずっと配信に行ったんだけど、みんないざ飲んだらさ、甘すぎてまずかったとか、甘すぎた、めっちゃ甘かった。ねのこさんなんであんなもんさ、進めてきたのふざけんなみたいなさ、あの結構コメントあったよね。<laughs> <laughs> そう、めっちゃ甘かったみたいなさ、結構不評だったよね。ねえ、結構不評だったよね。 なんかそうそうそうなんかうんなんか普通に美味しかったですっていうさコメントさ俺の俺覚えてないもんうん覚えてる限りマジゼロ件美味しかったよってうんだからみんな良かったねうん野呂さんに騙されなくてうんじゃあ大丈夫ですうん良かったねリニューアルのみたいの呂さんはまっとうなんだねうんノーガールの間では不評だったようんだから うん、俺,俺,だ俺だけがね前上がってた <laughs> 俺だけが前上がってたうんそうそうだから買わなかったそうめちゃくちゃそうそう俺だいぶ甘党だよけどマジでうん私甘党だから飲みたいうんでももう売ってないんだよのこさんだけはそうそう前あったスカイうん甘すぎたのかなえー、でもそんな甘かったかなわかんない 俺はやっぱ本当にめちゃ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 ねめっちゃめちゃめちゃね甘党なんだろうねうんめっちゃめちゃめちゃ甘党なんだろうな俺ってみんなと比べてうん1992年誕生らしいへえのこさんが作ろうスカイしたかった不機嫌もアンバサもなくなっちゃった何不機嫌って知らねえアンバサうまかったよねあれもなくなっちゃってうんアンバサなんてもうどこにもねえもんな アンバーサー美味しかったよね。これは多分若者知んないよ。30代、20代後半の人はギリ知ってんのかな。10代は絶対知んないよね。そう、アンバーサーやっぱコメント、これだよ、これ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 。ね。このコメントの流れ。みんながみんなアンバーサー大好きって。もうこれがね、真に愛されるドリンクだよ。スカイタイムなんかと全然違えやんと。な。うん。これが真のね、本物の愛されるドリンクですよ。うん。 アンバサだって、マジで美味しかったもんね。うん。これ10代、だって今売ってない、売ってない。え、自販機に売ってないって売ってないでしょ。え、今売ってんの今、今も売ってんの小学生の時飲んだだから俺が小学生の時だよ。俺が。俺が小中学生。うん。俺がけど高校生。だからもう20年前には消えてたような気がするよ。アンバサって。もう20年前とかには。うん。20年前とかにはもう消えてた夢記憶だ。俺の、 ね、記憶だとうんおばあちゃんちに買わずと鉄骨鉄骨飲料と同時期で鉄骨飲料ってなんだよそれ何そのヤバい飲み物鉄骨飲料ってなんだよ鉄骨飲料って何って何,何入ってんだよそれうんカルピスの薄い味みたいなやつそう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 メロイエローってもっと俺より上の世代でしょ俺飲んだことねえよ力蜜はちなみにあるよ温泉にうん 岩盤浴とか温泉に力水は力水はあれも懐かしいみたいにネットで何か言うやついるけど力水はまだあるんだよ温泉とか岩盤浴にうん力水はめちゃめちゃ美味しいよねカラピスは鉄骨夏いって何ななんだよそれよ <laughs> カルキング何ぜカルキングって知らねえぞドリンクバーメロイエローの名前カルキングって知らない何それえー、不機嫌とかもさ なんかさ、知ってるやつなんかいるけどさ名前が悪くない不機嫌ってねうんそのジュースなんか飲んだ瞬間にさ普通になんかぶん投げそうじゃんね不機嫌って名前、よくその名前通したよな不機嫌うん何不機嫌ってごめんねとかもあったよな <laughs> 知らない知らない 不機嫌知らん、ね、な、にそれね、さっきなんか不機嫌ってなんかね、コメント出て知ってる人なんかいたけどさ、不機嫌って何それ聞いたこともないよ。不機嫌見たらわかると思うよ。え、見たらわかる。うーん、ごめんねってジュース好きだった。塀知らない。な、な、な、それね、うーん、どうせあれだろご当地のさ、ね、ごめんねとか、よく不機嫌とか、ご当地のなんか調子に乗った、 ね、マイナーの超ドマイナーの飲み物だろどうせうん名前だけで話題になったね名前だけで話題になった所詮そんぐらいそ,そんなドリンクだろね新生かまっちゃんのアルバムの名前でみたいで草さざけんなよなあお前お前力水とかつけるわけねえだろこっちはなアンバーサーとかなあアサヒ飲料 でも飲んだことないなコンビニにはないないよねってないよ見たことないよごめんねはサントリー飲み物って知らないようんごめんねはありそうってごめんねちゃちゃう何カルキングって前なのかお前しか知んねえよ、うん、お前頭打ったんだろ、うん、ごめんねは知らないカルキングとか知ら,な,んか知らないよ、うん、不機嫌とか、うん、ググったはノコさんみたいな女の子出てきたへえ え、それい、ってか、いつを飲み物不機嫌とか、ごめんねとか。ちなみに、いつを飲み物なのうん。ググったら不機嫌な顔してた。ええー。いつを飲み物なの俺、知んないよ。本当に。うん。そう、何年前 ?2000 年あ、2000年あー、生まれてないわ、俺。うん。それは知らんわ。うん。 2002年とか2004年かさあ知らんわうん生まれたくらいだねえそんな俺たちが知ってるわけねえよなうんああ生まれてなかったら同い年くらいじゃんってそうだようんだからなんだようん、うん、ナチュアルに嘘って1985年生まれじゃないの違うよ俺2012年生まれだようん ああググったら見たことあるイラストの顔だった。へえ、ちょっとこれはちょっと俺もググんないとわかんないわああ。ググったら、ググったらちょっとわかるかもしんない。不機嫌とか。俺聞いたことないけどな。うんちょ、ググったら、そのものを見たらわかるかもしんない。ね。うん。年下なんて小学生なんだよ。<laughs> 9歳。え今、9、9歳。9歳。9、9、9, 9歳ってよく、うん、そうだよ。9、9歳や。うん。 今ググってみ今ググんのめんどくせえうんいいよ別に後で後でググるようん不機嫌ググったらかわいかった、うん、うちの子供と同い年だググってみうん不機嫌まあそまあまあそんなねドリンクがあったってことをねちょっと後でちょっとねちょっとああってな分かったちょっと調べるわ後で絶対忘れよって廃止終わった後しら調べるよ うん、そっかけど俺アンバサーアンバサーに戻るんだけどさアンバサーアンバサーさ「マサイの選手」のみたいなんだそれ <laughs> ふざけた名前ばっかなんか出しやがってお前が考えたんだろ絶対「マサイの選手」とか <laughs> なんだそれさ「アンバサー昭和」いや「アンバサー」けどほんと美味しかったよねあれ何なくなったんだろうねうーんアンバサーねえ北海道にはまだ売ってんだえっ、ー 北海道、え、とか売ってるとこあるんだね。北海道とか売ってるんだね。ドリンクバーにもあった。ああ、あったあったあった。ドリンクバーにも。あったあった。ねサイゼリアとかなんかわかんないけど、なんかそういったとこにあった。ドリンクバー。アンバサ。どんなやつですかアンバサね、なんかすごいね。え、なんか俺はなんか、カルピス、カルピスの100倍うまいみたいな感じ。ホワイトサワー系だよね。 カルピスの100倍うまいみたいな感じアンバサってうんそうそうそういや炭酸だっけアンバサってカルピスそうだあー炭酸だっけうんじゃあちょっと覚えてないわ俺あんまそもそも炭酸ってことを忘れたからうん炭酸なんだ <laughs> それすら忘れたわ不ゲ言ぐうったら俺が出てきたってどういうことだよなんかさっきから,から気になるだろそう言われたらさっきからようん カルピソは的な「うん、のこさんこんばんは」うんうん「カルピス強すぎたか、うん、ス,スポロンに炭酸入れたみたいな」「お前さもうさやめてよお前らほんとさっきからさ自分で考えたさね僕が私が考えたなんかドリンクみたいなさ <laughs> ねマサイの戦士とかスポロンとかね不機嫌とかまあ不機嫌はちゃんとあるのか」 うーん。本当にあんのてか、スポロンはあれあれっぽいね。俺が死んねえだ。俺、てか、俺どんだけ死んねえんだよ。なんか俺がなんかさ、世間知らずみたいな感じじゃん、もはや。ね。ヒロポンみたいなさ、そんなんさ。えー、てか、俺が世間知らずみたいな感じじゃん、もはや。みんな知ってんね、結構、マジで。うーん。マサイの戦士だけは誰も、ね。 これし、マサイの戦士、あれ、ね、めちゃめちゃ美味しかったみたいなコメント一つもないから、マサイの戦士だけは絶対、そいつのね、創作だと思うあ。さっきのコメントの。絶対ないと思う。ね。マサやの戦士、あったけど飲んだことない。マサイの戦士、うまいよ。マサイの戦士にヒロポン入ってるんじゃ。 すごいね。みんな詳しいな。あず、あるんだ。あるんだ。お前らほんとなんか適当こいてんのかと思った。マジで。うん。マサイ族とかが飲んでるやつマサイの戦士って。うん。大塚製薬。冬はホット、何冬はホットっぽうが好きだった。<laughs> 何だよホットポーって <laughs> 名前かわいいな <laughs> うんじゃあサスケ知ってるサスケってコイン消すぎとかなんか出てるやつだろうん飲み物飲み物ではそんな知らないよサスケとかうんなんホットポー懐かすぎるってお前も知ってんの俺もわかんないうんじゃあお前逆にライフガード知ってっかライフガードおいしかったな ライフガード。うん。なライフガードも美味しかったな。ライフガード。うん。ライフガード。いや、絶対、いや、絶対生まれ死んねえだろ。ほら、知らねえ。いや、絶対生まれ死んないのに、知ってる知ってるって言ってんだろ。ね。うん。ライフガード。今もありますねえよ。ねえお前、幻覚見てんだろ。なライフガード甘くないってないか。甘くねえよ。な甘くねえよ。 うん、カレーはうん。そう、迷彩柄のやつ。そうそうそう。ライフガード。迷彩みたいなやつ。ねえ。懐かしいね。うん。え今でもあんのライフガードって。ライフガードって今でもあるんだ。ガブ飲みした。うん。ライフガード最近見た気がするけどな。あそう。悪かったね。悪かったね <laughs>。最近 <laughs>、あるやつ言って悪かったね。全然あるんだ。セブンにあるよ <laughs>。 全然あるんだ。全然あるじゃん。セブンイレブンに。おしゃて俺セブンイレブンだからさ、俺さ。もう毎日さ、虫眼鏡持ってさ、行ってるんだって言ってんだろ、くまなくさ、点検するかのように。マジかよ、ライフカードあった。あるセブンイレブン。マジで俺、俺、セブンイレブンで何見てんのえ、俺さ、セブンイレブンほんとめちゃめちゃ行ってんだけどな。 マジでマジで。どこ見てるやろね天井、天井見てんじゃねえのこいつ。え、マジか。うん、大丈夫かって。え、ちゃって。うん。残さそう。俺の庭ですよ。はい明細側のやつ。え、ライブガーズ嘘え、本当にちょっと、まあ、見て、見てみるわ。いや、庭じゃなかった。え、ちゃ、庭だよ。 俺の土地なんだよセブンイレブンは全セブンイレブンなこの国のセブンイレブンはな俺に許可取れよてめえらよなセブンイレブン入る時俺んちの、ね、土地なんだから本当にいやセブンイレブンパトロールしなきゃってだから俺毎日行ってんだって残さんとこのセブンにイレブ多分あるよってマジかえー、ちょっとあれちゃんとメガネ2個つけて入ります目悪いからな俺 うん、メガネ1個ねつけたらダメだメガネ2個持ってるからうんうんちょっとそれでちゃんとね、うん、そうするわ <coughs> よろしくお願いしますライフガード飲みたい飲みたいうんそうそうそうライフガード飲みたい、うん、俺がもうスカイタイムとライフガードを出しちまったら 俺はもうあとはもうね出せるね自慢のドリンクないなみんなとなんかねみんなに勝てるうんみんなとなんかねバトルできるさ俺のカードはもうないわドリンクカードがうーんあーたまにじゃんいやだからドクターペッパーとかあんなもんささ、ね、あんな薬だろあんなもんお医者さんからもらうようなもんだろ毒ペ とか略して無無無無無理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 俺ドクターペッパー飲んでるやつ本当に頭の中本当さ「ねえ何こいつさマジでさ飲みそどうなっちゃってんの?」って思っちゃったもん昔からドクターペッパーあれ飲めるやつすごいよなあやっぱこれ分かるあこれ分かるやっぱ分かる分かる,やっぱ分,かる分かってるあ初めて聞き終たえ分かって分かる人結構いるね,ねえあれさ薬だよな ドクターペッパーまずいおら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 ,おらドクターペッパーけどさすげえななんかさ飲みやついるじゃんねたまに飲みたくなるなんかうまいそうそううまいって言って「ゆうのすけ」ってないしょ結構のあいつのあいつああ確かあいつ飲んでる気がするドクターペッパーねえあいつだから落ち着いてんだようん二十歳のくせにあんな落ち着いてんのドクターペッパー飲んでるからさねえあんなになっちゃった 杏仁豆腐の味するコーラの感覚で飲んだら味が違いすぎてびっくりしたうーんうーんいやドクター・ペッパー僕もちょっとね分かんない俺は小学生の頃飲んでなんかやっぱ薬の味するって感じしてやっぱ人間って味覚変わるじゃないですかね僕もなんかさわさびとか食べれるようになったんだけどあの去年ぐらいからだから味覚変わるから今飲んだら美味しいかもしんないドクター・ペッパーねうーんドク,ドクペマン になるかもしれませんね僕も久々にちょっと飲んなんか味見してみよっかな久々にね大人になって飲んだらめっちゃ美味しかったあーなんかねそういうのもあるじゃんね大人になって味覚ってやっぱ変わるからさうんモンスターにハマってる人もいますよねってないがそんなんいっぱいいるだろなほんとにねカフェイン中毒で死ぬからねそいつら全員うん モンスターをジュースみたいにチュー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 さ特に若者だ代入ってるけど若者ねカフェイン中毒であいつら全ひ死ぬからねうんマジでお前お前も気お前ら気をつけた方がいいよお前らもいると思うけどうんモンスターカフェイン中毒やばいかあれうん毎日飲まなきゃ大丈夫だけどさ飲みまくってるやつうん 1> 1日ほんと1本にしなねそう1日1本飲んでる人多いよね豊吉の飲み物いや1日も2本とか飲んだらほんとねあれだよ死ぬよ2本とか3本とかほんと気をつけなうんゾーンは君を忘れない愛されない君ごと思い明けそれで切なさに思いを飛ばしてうんこれがゾーンうん ちなみに歌っている途中で思ってる途中で、あ、これスピードだって止まれなって、そうそう, <laughs> そう歌っている途中であこれスピードそうあとに戻れなかったうんスピードあれ「ゾーン」は何だっけ曲ゾーンのあの一番有名な曲「な君と夏のあそう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 君と夏の終わり」 なんとかなんとか、うん、恋がしたいな、本当に、みたいな曲。懐かしいね。ああ将来の夢、ああまあなんか忘れたけど、ああまあとりあえず懐かしいっすね、はいああ。ジェッタリンのカバー、それリンダリンダだろ。ああそれはリンダリンダです。ねえー、っと、シークレットベース。 そんなメロディーがキッズ王お茶バッアイザース的な歌声アイザースえー、っと、うん、ジッタリンジンか、うん、リンダリンダっシょうんえー、っともう終わりにしよっかなホワイトベリー、うん、お茶バッアイザース、うん、ホワイトベリーの夏夏祭りだよ君がいた夏は、うん、遠い夢の中もう終わるのって何があ今12時だ ああちょうどいいそうそうもう寝る準備入ろううんいやだって俺今日だって朝9時に起きたんだようん俺もうあ明日もちゃんとなんか朝早起きしようお茶バグアイザー昼12時には起きたい昼12時12時にそうそうそううん配信多くて嬉しかったうんおやすみなさい朝方お疲れさんです昼夜がてお疲れさん 山崎くんもけどなんか解決したようでよかったよ。とりあえずは。ちょっとモノクにも聞いてみるわ。後日ね。今週俺スタジオ練習あるから。新生かまっちゃん今週スタジオ練習ありますから。お茶バックアイザスもう寝ちゃうって。寝させてよ。<laughs> もう最初から眠ったって俺今日だ、何回も言うけど、あの今日俺だってさ、10時間配信してて、ね。あ、9時間か。9時間配信して、朝ツイキャスやって、昼からニコ生やって、 でこれでまた2時間半やってるわけじゃん。ね、9たす2で9たす10、11。11時間半やってんだぜ、お前今日。お茶バアイザンス。ゆっくり休む。11時間半俺今日配信してんだぜ。寝ちゃってた。11時間半配信してんだ俺今日。お茶バアイザンスお休みなさい。 今日みんなもねあのお茶漠とか投げ銭とか投げてくれたっ,あったありがとうございます今日もねいっぱい稼がしてもらいました <laughs> やっぱやるときややっぱねやっぱやるときや,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 やりたいじゃん乗ってるとき <laughs> 乗ってるときやりたいじゃん今日は乗ってたからお茶漠、はいうん、<laughs> あ,ありがとうございますお疲れさまですはい体力お化け起きてる間やっぱやるときやりたいから俺はありがとうございますノーサ系あり あだから、祖父江さん、あっちは、うん、祖父江さん、お久しぶりです。はーい。祖父江さん、元気ですかもう配信終わりですよ、あんた。お茶漠やさん、お疲れ様です。うん、お茶漠やさん、祖父江さん、もう配信終わりですよ。けど、祖父江さんって、結構あれ、夜更かししてるでしょ。うん、祖父江さんって、夜更かししてるでしょ。あのし、あの深夜とか。うん、夜更かししてるイメージもある。 <coughs> 仕事で、お仕事で。そう、やっぱしてるっしょ。うん、してるっしょって俺、すっげえなんかタメ口すいません <laughs>。<laughs> なっちゃう、なっちゃうに今タメ口だった俺 <laughs>。して、る。お茶わかす。お疲れ様です。<laughs> ナチちゃうタメ口だった <laughs> お疲れ様です。<laughs> お前、めちゃめちゃお前、年上だぞ。年上大先輩だぞ、お前 <laughs>。ソ<エ>さん <laughs>。すいません、今ちょっと11時間半配信して俺も頭おかしくなって。マブダチか はい、いやいやそぶえさんけどねやっぱりしてますよねはいいやいやそんなイメージがやっぱ昔からありますわ祖父江さんはいちょ祖父江さんねちょっとまたねコロナが終わったらまた一緒にイベントねなんか出る機会あったらいいっすねなんかどっかで会えたらいいっすねお茶バカありがとすお疲れさまでしたそう祖父江さんとも一回イベントしたことあるからさねイベントしたことあったっけあるよねそうそうそううんまたいつかちょっとぜひねうん ああ祖父江さんお体にお気をつけていやほんとですよ、うん、お茶漠がありうざすお疲れさままたねまたね祖父江さんあとそうなんだのこさんまたねお茶漠があざますはいうんいや皆さんも体調熱中症とかほんと気をつけてね特にのこさん、うん、特にのこさん気をつけてね熱中症明日学校頑張りますやっぱ学校あるんだね うん、頑張んなくていいよ、学校なんて。うん、気楽に行こうぜ。うん。いや、特に俺は気をつけるわ。ちゃんとクーラーつけて、寝る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 。おやすみなさい。なんでお前、鶏のアイコンなんだよ。はいシャーとおやすみなさい。気をつけて。ノコさん、寝るの俺、寝るよ。ソベイさん、精神薬あるとは。ありがとうございます。ありがとうございます。祖、は、父、い、さんもね、本当に熱中症とか、まあ、コロナもそうですけど、気をつけてください。はい。 おやすみなさい。エアコンつけます。寝るときね。お茶ゃばガーザー。信楽しかったですお疲れザーですつかさんもお疲れさです。Well. 元気になれたらと。 네、 最高楽しかったですおやすみなさい。お疲れさしたおやすみなさいれ。おやすみなさい。お,れれ、Super、おいやすみなさい。おやすみなさい。 はいお疲れさまでしたいやー今日はほんと疲れたな今日はマジで疲れたいやさすがにこんだけ配信するとやっぱね <laughs> マジで疲れて疲れたうんいやーもう筋肉痛になってる感じ、ね、マジで筋肉痛になってるよ肩こったっつうか また明日まあまあまた配信も日当たりもあれだと日当たりとかね頑張ったいやいや見てくれてありがとうございますゆっくり忘れでくださいいやーちょっとマジで疲れたあこの後昼間の配信見ますありがとうございますまあとりあえずちょっとまた配信はねちょっとねやりますよはいはいー、えー、本当に配信の才能やばい <laughs> なんてそれ配信の才能やばいって <laughs> いやすいません <laughs> それよ <laughs> そ,そうそう配信の神本当に。うに上には上がいるようん俺の配信でそんなこと言ってくれんだったらもっと別に雑談配信者でもっと <laughs> あの上には上めちゃめちゃめちゃくちゃは分かんないけどあのいますよもっと面白い人うんめちゃくちゃ褒められた おやすみなさい。はい。話が面白いもんって。いや別に面白いって言ってもさ、別にな。うん。もっと他の愛人者ってすごいじゃん。ね。即興でさ、ね。石川の之とかさ、やばいよね。うん。すごいじゃん。ね。俺なんてなんもネタ、ネタ、ネタないもん。ネタが、ネタがないのに、 何もね話すネタも何もねえのに長時間お疲れさお茶杯かわいそうなんす何もね話すネタもないのにこんだけベラベラ喋れんのもまあそこはすごいと思ってるうんそうそうそこだけはすごいと思ってるみんな他の配信者とかなんだかんだでさ他の配ね他の配信者って他の配信者の話題でも出せたりするじゃんねうん やっぱ全然ネタネタがねえのにねえこうやってさねは、なんか話題ができるのはすごいよねでまあそれは言ってもねみんなねコメントしてくれるからだよ、ね、うちの配信だって異常だもん俺のこのリスナー数で、ね、500人600人のさリスナー数でこんなコメント流れるとこねえぞなコメントに助けられてっかんね本ほんと てか、うん、そもそもだってコメントがだってさやっぱありきだからね配信なんてうん配信なんてだってだってそうじゃん配信ってそういうものじゃんねコロナもそうですがあ,ありがとうございますごゆっくりはありがとうございますあのさ配信なんてだってコメントがあってねあのテレビじゃねえんだからさ コメ読んでくれるから嬉しいかって言ったからさ、テレビじゃねえんだから、みんなはコメントがあって、俺はコメント、俺、配信者はコメント読む。それが配信なんだから。ね。うん。でも他の配信者コメ拾わなくないあれは、俺もう、わかんない。<laughs> うん。読まない、別に完全に拾わないやつは別にいないじゃん。別にみんなちょっとは拾うっしょ。俺は拾いすぎなんだよ。 うんでも自分でもそんな拾いすぎとは思ってないんだけどなうんだってネタがないからねまあいいや、まあ、ゲ,ームゲーム実況者は待てまた別だけどまあいいやとりあえずもう疲れたらやばいもう寝るわうんうんのさんめちゃくちゃ広いよねって当たり前じゃん当たり前じゃんそんなもん <laughs> 配信者なんだからって言うけど別になんかそんなもんだってねコメントしてくれても嬉しいし うーん、おやすみなさいだから、うん、昔から俺変わんねえそこは、うん、まあ、いいや、とりあえずたくさん寝,寝てね寝ますさすがすぎるあなと確かにこちらこそでしうれしい米広やばケイブラザーズマ、まあ、トリックスケアけど戦挙は関係ねえだろあよく寝てください倒体視力は飛び抜けてる甘いパンかまあ甘いパンも買えますよおやすみなさいはいねえ待、ま、て待、ま、なんかね なんかそれもセブンイレブンでクリームパンも、うん、昔を残さんがちゃんと的確に米に対する返,返答をしたからだよねまあそういうのもあると思いますよおやすみなさい、まあ、とりあえず皆さんありがとうございますはい正谷の選手とかも調べるよちょっと俺は不機嫌は不機嫌とか正サイの選手はこのあとすぐ調べるわそれはちょっと気になるからおやすみなさいお茶ばくありがございますはいおやすみなさい,、はい、なさいとりあえずじゃもうお,おやすみねじゃあな、はい、みんなね、はい じゃあな、またな。あお疲れさま。疲れた、ほんと、俺。いい休イね、またね。じゃあな、お疲れさまでした。バイバーイ。はい。じゃあねー。はい。はい。